始めました。おもろい。こんばんは。こんばんは、皆さん、ゆきゆかです。今日はですね、8枚目シングル花は誰のもののアザージャケットサイン会をやっていきたいと思います。ちなみにこういう感じのソロ写真でございます。ちなみにリミスタさんの方で18時15分まで購入できるみたいなので、買い忘れたって人はぜひツイッターとかから飛んでみてください。こんばんはってうちのお父さんがコメントしてきてる。さっきまで LINE してたんですね。こんばんは。それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。携帯持ってくるの忘れてさ、ペンをいいですか。どうもどうも、ペンどうも。それではよろしいでしょうか皆さん。たくさんありがとうございます。 OK。 何順だろう。なんかね、初回版から変えてすると、あ、言わないとダメ。え、それも言ってく感じですか。あ、言わなくていい。なんかタイプ A から買った人の順番らしいです。それでは行きます。まずは鍵開けファルコンさん、おきちゃんこんばんは。8枚目シングル選抜おめでとうございます。おきちゃんが STU48 にいる安心感は公演イベントなのでいかんなく発揮していると思ってます。初めて STU48 に入ってくれて、改めて STU48 に入ってくれてありがとうございました。引き続き応援しています。おー、ハルコンさん、いつもありがとうございます。1番目ファルコンさん、あ、そうなんや、鍵開けや。どっちで見ているのやら。ありがとうございます。はい、いかんなくって言葉がちょっとおもろいな。ファルコンさん、チェキもありがとうございます。でも多分この様子だとこの日程だけではないのかもしれませんね。ありがとうございます。コピペではないと思いたいけど、どうやろう。よいしょ。いやでも私のルームにはいないかもしれない。もしかしたらちょっといろんなところで忙しいかもしれない。ファルコンさん、ありがとうございます。鍵開けおめでとうございます。すごい、こんなことがあるんですね。では続きまして、2枚、とうとうさん、おきちゃん愛してる。他にもいろいろ言いたいことあるけど多分伝えない、シンプルで。おお、ありがとうございます。2枚、2枚書かせていただきますね。もう2年ぐらい会えてないのかな。コロナになってから全然会えてないけど、どうなんだろう。そっちの方は落ち着きましたかね、コロナ。そんなことない。早いよ。2番目、なんかさ、あのとうとうさんといえばあの花束をやっぱり思い出すんだよね。あんなのしてくれた人いなかったなって、多分当分その記憶かも。台湾今一番やばい時期。あ、そうなんだ。ちょっと振り返してるのかな。ありがとうございます、とうとうさん。もう2年ぐらい会えてないので、まあ落ち着いたら、落ち着くのかわからないけど会えたらいいですね。ありがとう。そして、続きまして、秋竹城さん、おきちゃんのワードセンス好きだけどコンプラを遵守した妄想しかしてないのに過激派おきみち認定されて、なんか腑に落ちないわと思い、おとなしくさせるためにおきみちを供給すると言ってたので、まあいいかと懐柔されたおきみちのおじさんはこちらです。そうね、秋竹城さんね、ありがとうございます。すごいねえ、おきみち、なんか健全なおきみちおじさんじゃない気がするんだよな。なんか私とみちさんのなんか過激な有利を望んでそうで、ちょっと最近
汗してます。まあ二次創作はね全然あの受け付けてるので、ぜひぜひ増やせるように頑張ってください、おきみちゅ。いやーでもね、やっぱ最大サークルはお決まりなんだけどね、そうやってあの対抗馬がいるだけでもね賑わってくるんでね、筆頭おじさんとして頑張ってください、ありがとう。続きましてようこさん、初枚目シングル神曲来ましたね。 STU48 メンバー皆様の、そして沖ゆかさんのますますの魅力あふれる姿を見守っています。ありがとうございます。ようこさん、なんか私の中の女の女性のファンの方って結構いろいろ分類されるんですけど、あのその中であの4種類ぐらい分類される中で、あの母タイプっていうものがありまして、お母さんのようなファンの方の女性の方を示すんですけど、陽子さんも本当に母さんのような感じで夫婦でね、しかも応援してくださってて本当に嬉しいです。ありがとうございます、よろしくお願いします、お届けします、ありがとう。はい、続きまして市下さん、花は誰のもの発売おめでとうございます。そしておきぽ大好きだ、ガチ恋公言していませんが実はガチ恋勢だったりします、そういうことにしておいてください。これからもおきちゃんを応援していく所存でございます、これからも楽しく活動してね、ありがとうございます。市下さん、すごいあのオンラインお話し会で気候に走るとは思えないちゃんとした文章でびっくりしました。なんか消したと思ってたんですけど、あのこの間アルバム、自分の携帯のフォルダを整理していたら、あの全身タイツの市下さんの写真が出てきて、それは私がオンラインお話し会であまりの姿に写真撮ってもいいですかって聞いて撮ったんですけど、あのまだ入ってて消しました。ちょっとね、成人男性 の, あの全身タイツはね、なかなかあの20代女性のフォルダに入れるもんじゃないなと思って消すことになりました。ありがとうございます。ワイの話、ワイの話よ、心当たりあるでしょ。消したって言ってたけど消してなくって、それが消したつもりがやっと消しました。ありがとうございます。続きまして、カズノシンさん、ヴィーナスオキちゃん選抜おめでとう、毎回お話し会でオキちゃんに元気をもらえていて感謝感激です、いつもありがとう。カズノシンさんもいつもありがとうございます。チェキといい、なんといい、ヴィーナスオキちゃんなんかちょっとおもろいな、ありがとう。なんか元気をもらえてって言ってるけど、元気もらってる方は全然私の方なんだよな、だから本当にありがとう。あ、ヴィーナスさんいるやん、コメントでもヴィーナス、ヴィーナスなのね、私あなたにとっての、いや嬉しい、これからもヴィーナスでいられるように頑張ります。こういうやつよね、あの貝殻のあれに立ってる、ありがとう。カズノシンさん、続きましてよしくん、メロディーと歌詞もすごく素敵でなんとなく泣けてきました。また MV 撮影は近くで何度か行ったことのある場所で、嬉しさと驚きと嬉しさもありました。この作品をたくさんの人に聞いたり見たりしてもらいたいです。では体調に気をつけて頑張ってください。よしくんありがとう、この間は公演もありがとうございました。いや嬉しいね、私もすごい好きなんだこの曲。でもよしくんは結構意外に可愛い曲とか元気な曲が好きだと思ってたの、なんかそういう人柄な感じがしたから、ホワホワ系の、だからすごいこの曲気に入ってくれて嬉しい。まあでも心がねとても綺麗な方だからよしくんは、いろいろ思うこともあるよね。ありがとう、また公演見に来てね、この間もありがとうございました。続きまして、カタカナで真鍋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ニコってメッセージありがとうございます。確かによろしくだね、真鍋さんいらっしゃるのかな、嬉しいで。真鍋さん毎回来てくださってるな、真鍋ありがとう。真鍋さんが顔文字でなんかこういう顔をねメッセージに入れてくれてるので、私はこういう顔したからありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいね。続きましてトールさん、おきちゃんと最近急に仲良くなれた気がします、すごく話しやすいです、ますます好きになってしまいそうです、来年にはガチ恋ファンになっているかもしれないですね。確かに、ひらがなのトールさんです、こちら漢字の人もおるんよね、ひらがなのトールさんです。確かになんか
最近のオンライン話会はめっちゃなんかいろんな話題喋ってるかも。ガチ恋になってしまうんですか。じゃあ今はまだおきちゃん呼びですけども、ゆうちゃん呼びになってしまうのかね、来年には。その変化、ガチ恋になる瞬間を記念日にしましょう。サラダ記念日みたいな、ガチ恋記念。ありがとう田原さん、ありがとうございました。Thank you です。続きまして、ブルームーンさん、ゆうちゃんいつもありがとう。ありがとうブルームーンさん。ちょっと綴りをきれいに間違えないように書かせてください。ブルームーンさん、そうなんよね。ブルームーンさんはなんかなんだかんだ言って私のことをめちゃくちゃね、まあ、なんだかんだは言ってないけど、なんかそのなんかあんまりさ表情を変えなくても分かるに私のこと好きなんだろうなというのがでもそれが恥ずかしがり屋なのか、なんか素のなんかひょうひょうとした感じなのか分かってないけど、私のことをなんか最近っていうか、なんかちゃんとしたガチ恋になったのはわりかし最近な気がするけど、嬉しいなと思って。ゆうちゃん呼びもね、なんか慣れてきましたね。ありがとうございます。恥ずかしいし大したことない大したこと書いてない。いや全然全然、ありがとうございます。続きまして、マッカさん、前回もこんなことを書いた気がしますが、他の人に聞かれると恥ずかしくて生きていけないので思いは直接伝えます。いやありがとうございます。本当に何回も言ってるけど、私の人生の先輩がマッカさんだから、うん、なんかそのアイドルをやめてもなんかそういういやらしい意味じゃなくて、本当になんかずっと人生の相談をしたいなんかアイドルじゃなくなって楽しなくなっちゃうのがすごい寂しいぐらい、なんかお父さんでもないんだけどお兄さんでもない、本当だがアドバイザー、人生相談所私の中の。ありがとうございます、よろしくお願いします。続きまして、 PKS 通りすがりさん、おメッセージないじゃん。 PKS 通りすがりさん、おんで、あなたは私の常連なのに。まあでもそういう人もいるのか、いらっしゃるかな、結構来てくださるんですよ。なんでや、通りすがりさん、ありがとうございます。恐れ多くて書けませんでした。なんで、あでもまあ読まれるってだったらちょっと恥ずかしいのかな。なんか今言ってもいいんだね。コメント記入忘れとは言えない。教えてたのか忘れてたのかなるほどね。いやまあそういうお茶目のところも好きですよ。毎回来てくれてありがとうお届けします、 BKS 通りすがりさん。コメントまで通りすがる必要はないんだぜ。続きまして、ヨーガさん、よいしょ、ちょっと待ってね。ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。ヨーガさん、おきちゃんいつもサイン会ありがとうございます。ブルーサファイアのポコ太郎ちゃんはお元気でしょうか。すくすくと育つことを願っております。そうなんですよ、最近ねあのハムスターを飼い始めてですね、昨日初めてあのケージの外に出してお散歩させました。なんかね、机の上に置いたっていうか、机の上に置いて監視してたんだけど、すごい初めての外の世界、ケージ以外のすごい楽しそうでした。だからね、そのせいか分かんないけど、外に出れる喜びを知っちゃったからか分かんないけど、今日朝起きた瞬間も私の姿を見るならもう出せみたいな感じでした。ヨーダさんありがとう。もうダースベイダーとは言わない、いつもダースベイダーって言ってたけど、ありがとうございます。サイン会楽しんでね、楽しんでおります、ありがとう。続きまして、ハマさん、カタカナのハマさん、 MV 感動しました、泣けました、ありがとうございます。ハマさん、私はね、ハマさんが来たらね、もう分かるよ。見てるかな、見てるか分かんないけど、このハマさんって人がコメントしてき、コメントしてくるとしたら、サークラ、あ、ほらサークラってコメントしてくるんです。出たハマジやからね、ハマジのハマだから
ちーまる子ちゃん、何なりかわりはまじなりかわり、ありがとうございます。今回もいただきました、いちさくら。もう私の中のあなたの像はあのはまじやからね。ありがとうございます、嬉しい、サンキューです。続きまして、ミッシーさん、奥ちゃんほど推していて楽しいアイドルはいないと思っています。いつもありがとう。今日は旅行で北海道来てるから今見れてないかもしれないけど、北の大地から応援してますね。あ、ね、さっきツイッターでアザージャケットサイン会やりますって言った時も、今北海道で旅行中だから見れるか分かんないって言ってて、いや、ちゃんとしてるんよね、本当に。あの家庭の一家のお父さんをちゃんとやられてて、本当になんかこんなちゃんとした大人っているんだってなんかそういう方がさ、あ、見れてます、あ、ありがとうございます。旅行中なのに、家族旅行中ですかね。どう説明してるんだろうって思う、その私のさ、サイン会を見てるのもさ、なんか奥さんとか娘さんとかにまあ普通に言ってるのか。ありがとうございます、北海道旅行楽しんでください。いいな、何食べたかまた教えてくださいね。いいですね、うん。続きまして、めっちゃきのこさん、これからも奥ちゃんの素敵な声を届けてください。おお、ありがとうございます、めっちゃきのこさん。なんかこの間、この間っていうか結構前だけど、お話し会、意外になんかいつもなんかおちゃらけ系なのに、なんかこの間緊張してませんでした、気のせいで。なんかちょっと照れみたいなが見えて、あれは珍しいと思ったんだよね。よいしょ、めっちゃきのこさんありがとうございます。またお前話し会お待ちしてます。話しましょうね。きのこの絵描きたくなった。今回はね、あのメッセージが、ね、ないんですよ、サインとお名前だけなんですけど、まあ、でも CD にこうやって差し込んでくださいな、お願いします。続きまして、ひであきさん、いつもありがとうございます。今度はいつものモノトーンではなくて色のお洋服にチャレンジします。ゆうかちゃんに似合いそうな色は何色なのかな、頑張ります。あー、いや、ひであきさんね、すごいあのプレゼントとかでお洋服くださるんですけど、めっちゃセンスがいいんですよね、本当に。なんか毎回嬉しいの、なんか中身20代女性なのかなって思っちゃうんだけど色のお洋服にチャレンジしてみる。何色がいいかな、ひであきさんね。でも緑とかいいんじゃない、私も着てるけど、なんかさ、ワンポイントぐらいでさ、ピスタチオカラーみたいな、意外に似合いそうな気がする。ピンクとかも似合いそう。こんばんは、ゆうかちゃん、ありがとう。こちらこそありがとうございます、いつもプレゼントとかもありがとう。モノトーンもいいけどね、日曜日の公演楽しみにしてます。お、はい、こちらこそお待ちしてますね。日曜日、あれか、あれやだあれでしました。続きまして、おいでます元気さん、ドラフト会議投票してから気にかけています。前座ソロでのロマンス隠れ場見てました。最近は瀬戸チャレの生配信番組でおきちゃん見れて得したし楽しかった。体調気をつけてね、始まるの楽しもうね。うわー、おいでます元気さん、ありがとう。あ、17、20日クワトル行きます、楽しもうね。おー、よろしくお願いします。対バンと、対バンっていうか、まあ、イベントと応援お待ちしてます。めっちゃさ、怖いよね、そう考えると。だって私のソロ見てるってことでしょ、あの手ブルブルの、もう足も震えまくってる。私の前座を見てるんでしょ、さんだよ。ドラフトも投票してくれてありがとう。なんかちょっと今更って感じするけど、感謝を。あなたのおかげで今明日こうやってサインかけてます、ありがとう。またじゃあ明後日かな、お待ちしてます、楽しみにしてるね。4年前、そっか4年前か、僕申し込んでなかった、僕死にたい。まだいけるよ多分、15分、あれも経っちゃった、あ、経った、あ後悔した時には遅いよでは続きまして、とりあえずルービーさん、
17歳で出会って5年、ますます可愛く美しく進化する優香から目が離せません。バリエさん好きになったのも優香に出会ったことがきっかけです。おお、なんかあんまり優香って呼ぶ人なんかいないから。そっか、あ間違えちゃった、優香って書いちゃった。そっかそっか、あれね、ルービーさんもあの途中から呼び方変えた人だよね。あの最初からじゃなくて途中から私のことを名前の呼び捨てになるっていうね。なんかそういう人の中では結構すんなり移行できてるんじゃないでしょうか。いやバリーさんのねめちゃでなんかすごいプレゼントとかで、ね、送ってくださいけど、なんかあの記念、何年記念みたいなグッズとか送ってくれてね、すごいレアなものが私の家に続々と届いてありがたいです。ありがとう。コナンもね私の影響で好きになってくれて嬉しいです。続きましてまなぶさん、カタカナのまなぶさん。メッセージ何を書こうかいろいろ考えてたけど文字数もあるし期限も迫ってきたので一番伝えたい一言、おきちゃんいつもありがとう。え、メッセージ書くの忘れてたんじゃないかって、まさか忘れてたなんてそんなことあるはずないでしょ。汗汗あーこれは忘れてたんですね。しかもこの私の定番の口癖汗汗を使うなんて、上級者ですね、なかなかの。いやでも嬉しいですよ、うん、いつもありがとうって言ってくれてね。汗汗、しかもあのカタカナで書くあたりが、あ、ひらがなか。すいません、アナウンサーでもなんかツイッターになんか書いてたような気もするんだけど、リミストのコメント気のせいかな。ありがとうございます。汗汗汗、これね、汗汗、ありがとう。続きまして、2枚ありがとうございます。うみちゅんさん、初期の頃から変わらず押してます、いつも元気をくれてありがとう。わお、うみちゃんさん2枚もありがとうございます。初期の頃からね、確かになんか安定してる、本当になんかなんだろう、私のイメージ、本当になんか病むこともなく、なんか特に DD 的な、まあ DD なのかもしれないけど的な、なんか引きらかすわけでもなく、本当になんか私の中では、私の中では本当に安定して私をあの押してくれてる、本当にあの有料健康児有料健康児なイメージ、コメントとかもそうだけどね、ずっとそのままでいてください。うみちんさん、ありがとう。オーディションの頃からひっそりと、いやでもだいぶひっそりじゃないよ、ありがとう。今日は違った、嬉しい。結婚は考えてる。オーディションの頃からかな。そっか、4年目、5年目とかですね。ありがとうございます、嬉しいよ。続きましてセディアさん、アイエオ作文を大人な雰囲気を醸しつつ、急に汗出したり、ゆるすぎずきつすぎず、うちらのハートを盗み取るか、怪盗優香は変形自在、うまい、かっこうまくない。はい、というわけでこれからもよろしく。あーとセンスあるね。いやーセンスあるわ。これだけ見たらめちゃめちゃ、私さミッチさんともさセリアさんの話よくするけどさ、サラピとも最近するんよね。なんかさこの間の僕恋公演にさサラピとのなんかペアぶりがあるんだけど、その時にサラピにあっちって言われて、なんか見たらセリアさんがなんか2階の方にいて、ミッチさんのペンライトから振ってた。私とサラピとミッチさん推しなのっていうね。でサラピが怒ってた、ペンライト違うって。私はねきつすぎずですから。あの中間ぐらいのミッチさんとサラピの中間ぐらいでやらせてもらってます。いやーでもありがとうございます、本当に嬉しいね。ありがとう。続きまして、ヒヨンさん。お、ヒヨンさんメッセージないじゃん。私がいつも名前かっこいい、名前かっこいいって言ってるのに忘れちゃったのかな。ありがとう、ヒヨンさん。見に来てるのかな、見に来てないのかしら。これな、時間帯的にね、あんまりね、仕事の人来れてないんだね。今日金曜日だから見れないって人も多かった。
ヒヨンさん、ありがとう。実物とちょっと違うかもしれない。オシャンティーな。ありがとう。お届けいたします、ヒヨンさんのもとに。チェキもね、そうだし、サイン会もそうだし、リミスタまでありがとう。楽しみにしていてください。見てるかわかんないけど。続きまして、ゴチューさん、コメント、ひらがなゴチュー。なんなんこのコメント。反応に困る。ありがとう。でもゴチューさんの名前はいつも思うけど得だと思うよ。なんでかって言ったら、メンバーにさ、まあ、こうやってサイン会とかでサイン書いてもらって、で名前呼んでもらうじゃん、ゴチューって。キス顔が分かりますね。無事を受けて、ゴチュなんてね。ありがとうございました。ちょっとコメントの意味はよく分かんなかったけど、ひらがなゴチュー、ありがとう。サンキューです。よし、ちょっと飲み物飲ませていただこう。今から爆速で大事な葛藤。去年の夏葛藤したせいに少し眠れたかも。よし、では続きまして、 SSKI 佐々木さんだ。佐々木さん、ヤッホー。ショールームでたびたび披露されるおきちゃん作編曲。編曲の感じがの変の方なんだけど、編曲の鼻歌が今回も聴けるといいんだけど、気分が乗ってないと出てこないからね。鼻歌がおきちゃんのノリノリとのバロメーターのような気がしてるな。俺だけ。おきちゃんどうですか。確かに私よくショールームとかの配信の時に言うね、口笛っていうか鼻歌か、言ってる。でも今回はマジでいつもは選曲の時本当に出ちゃうけど、今回は結構飲み込んでやったけど出てるかも。ノリノリ度なのかね。そうかも。恥ずかしい。自分の癖を言われると恥ずかしい。佐々木さん、ありがとうございます。佐々木さんはショールームだと SSK って名前なんですよね。しかもいつもビギナーなの、なぜか。なんで？でもこんなに社員会来てショールームもさ、オンラインチェキ会とかもさ、名前呼んでるのに、いまだにいつもビギナーなの。なんでな、ほら謎なんだけど。今回も、まず目が輝いてます。唇も色っぽいの、ありがとう。色っぽいの、おじいちゃんみたいな書き方してる。なんでビギナーなのかな、謎なんだ。来てないのかな、それ以外。続きまして、NOB、のぼるさん。親愛なるおきちゃん、自分はお姉系でもそっち系でもない、ただ可愛いものが好きってだけのか弱い生き物です。だから可愛い可愛いおきちゃんが大好きですよ。ありがとう。ありがとうございます、のぼるさん。ただあなたは一つだけ嘘をついている。可愛い生き物が好きってだけのか弱い生き物、それは嘘です。あなたは童顔の下にゴリラです。ゴリラの肉体備わってる。全然可愛くないです。でも反応がやっぱちょっとこっちなんだよな。だってさ、猫のさヘッドホンする成人男性見たことないもん、私。猫耳型のヘッドホンみたいな。否定派で聞いてね。あ、そうなんだ。さっき誰がゴリラやねん。あなたはゴリラです。可愛い顔したゴリラです。そのことを胸にこれからも頑張ってください。続きまして、エルマールさん、8枚目選抜、改めておめでとうございます。おきちゃん、ずっと見ていたい人、これからも特別な存在でいてください。大好きです。嬉しい、エルマールさん、ありがとう。結構、本当に。じゃ次。間違えた。エルマーになっちゃった。ちょっと書き直し。エルマールさん、ごめんごめん。はいはい、リンコ。本当にね、私のさ、ファンの人の女性の中でもずっといてくれる。まあ前は言ってた。本当にね、なんか珍しい。めっちゃ綺麗な女性なのに、なんか男の人と同じぐらいの熱量で私を推してくれてる。ずっといるもんね、ショールームとかも最初から最後まで。エルマールさん、ありがとう。あなたほどの美貌があればさ、私なんてね、いなくても男性がいっぱい寄ってきそうなのに、私のことを見てくれてありがとう。嬉しい。続きまして、
大好きやでミヤ。この前のさ、いつだっけな、なんこれ黄色の線引かれてるんですか。一番最近登るこの人。なんやかんやでリンク好きやねん。ないんよ。あ、気にしなくて大丈夫。でも僕もこれイエローカードとかそういうこと。あ、違う。僕もノリツッコミがうまくできるようになりたいのですが、うまくなるコツとかありますか。大好きやでミヤさん、ありがとうございます。ノリツッコミね、僕もノリツッコミがあって、なんか私がノリツッコミうまいような感じするけど、そんなことはなくですね。まあ、まだ結婚はしないから、まだリンクしかじゃないから、私リンクしかじゃない。滑ってもなんか動じない心が必要なんじゃないですかね。いや、今ショールームいるならさ、ノリツッコミさしてもらおうかなって思ったんやけど今もしかしたらいないかもしれないな。じゃあちょっと次オンライン話す会できたら特訓しましょう。2人で秘密の特訓です。ありがとうございます。続きまして、やすしさん、秋元先生のやすのやすしに、あの私立のしでやすしさん、とてもいい曲だね。 STU にまた神曲が誕生したね。歌番組やいろんなところで見れるのを楽しみにしています。これからも健康には十分気をつけて頑張ってね。でもあんまり頑張りすぎないようにね。またお話し会もよろしくね。楽しみにしてるね。ありがとうございます。歌番組はいろんなところで見れる、楽しみ。そうなんだよね。なんかさ、私的に8枚目シングルは もちろんライブでもめっちゃ披露したいけど、なんかライブよりなんか、まあ、ライブでもそうだけど、音楽番組でたくさん披露したいなって思う曲なんですよ。なんかいろんなところで発信したいってか、見る人が多い媒体でパフォーマンスしたいなって、なんかね、今のその曲については特に思う。頑張ります。やすしさんがテレビで、ね、この曲を見れるように。ありがとう。嬉しい。あんまり頑張りすぎないよねって。私も全然頑張ってない、まあ、頑張ってるけど、そんなんでそんな全然大丈夫です。ありがとう頑張ってない、ごへんやは。続きまして、ハマジさん、ニューシングル発売おめでとう。お、ハマジさんありがとう。あの第2のハマジさんね、2人おるからね。ハマのハマジさんとハマジさんのハマジさん。ありがとう。あ、これ地に点々。あ、奥さんと仲良くね。あとピアノ。ハマジさん。ピちゃんサイン会ありがとう。今度のお話しかも楽しみにしてね。お、ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。こちらこそよ。またブログ書いてちょ。ハマジ。次、ターさん。あ、嬉しいね。ターさん。そうよ、発売できて。聞いてくれたのかな？聞いてくれてるか。ハマジさん、ありがとうございます。今回もお届けいたします。嬉しい、よろしくお願いします。間に合ってよかったです、ありがとう。お、書いたぜ、これ入れてくださいね。間に合ってよかった。お仕事終わったばっかとかだよね、この時間帯だと。お疲れ様、明日休みですか。休みだったらゆっくりしてね。ありがとう。続きまして、東京1068さん、お、メッセージないじゃん。この人本当あれ、サイン会の常連でもね、普段はねショールームとかにも全然来ないし、ツイッターとかにもあんまり現れないし、謎が多いんよね。でもサイン会はめっちゃコンプリートしてるぐらい、毎時間何十枚とか、本当多い時10枚ぐらい買ってくださる方。メッセージもないな。ありがとう。不思議よね。私の中であのガラスの仮面のあの紫のあの早見さんみたいなああいう感じになりつつあるけど、情報がないのになんか応援してくれてる人みたいな早見さんって呼ぼうかな今度から。おるよね、紫のバラ送ってくる人。もう前ある、ね、はい。続きまして2枚、ひろみつさん、いつも応援しています。お話し会やサイン会、ショールーム配信と奥ちゃん推しの活動を楽しませていただいております。初めめシングルの活動も奥ちゃんらしく伸び伸びとね。お、ありがとうございます。そうなんですよ、ひろみつさん2枚。ひろみつさんね、なんだろう、まあ、いろんなタイプが私のファンの人って多いけど、ひろみつさんはめっちゃ王道に私のことを推してくれてる。うん、なんか部屋とかもさ、私のグッズとかでめっちゃ溢れてたりとかさ。あー、なるほど。よいしょ。
ひろみさん、名前が2枚ともで違うんやね。これどういう意味なんだろう。1632って名前どういう意味なの。ありがとうございます。1632ありがとうございます。数字でやるなら誕生日の方がと思ったけど、ありがとう。前田誕生日だった。1632なんていう、どういう意味、めっちゃ気になるこれ。ありがとう。2枚ありがとうございます。今日も笑顔がキラキラしてる。ありがとう。めっちゃ気になる。ありがとうございます。ちょっと後で教えてください。続きまして、あ、ひろみつ。1632ひろみつか。なるほどね。私も自分のこと数字で表そうかな。09とかで起きていけるかな。ちょっと受けた。なるほどね、了解です。覚えておきます。続きましてジオさん、 GIO でジオさん、サイン会お疲れ様。最近の髪型好きです。おお、これね、ちょっと伸びてるんだけどさ、ここが短くて一回マジでここに合わせて切ろうかなと思ってるよね。伸ばしたいから。だからもしかしたらジオさんの好きな髪型じゃなくなっちゃうかもしれないけど、多分今切ったら6月とか7月にはこの長さになってると思うんですよ。だからもしかしたら1ヶ月2ヶ月ぐらいはあなたの好きな年じゃないかもしれない。今日もいい感じ。お、嬉しい。ジオさんありがとうございます。褒めてくれてありがとう。女の子は褒めて伸びるからね、これからも褒めていこう。ありがとうございます。続きましてパチロクさん、今日も今日とて大好きです。ありがとうパチロクさん。なんかこの一言がさ、あのオンライン話し会っぽい。パチロクさんっていつもさ、なんか1枚で来られる、1枚でなんか全日程来るみたいな感じだから、その15秒ぐらいの中でどれだけ最短で簡潔に伝えれるかを多分意識されてるから、なんか今回もそんな感じする。ありがとう八楽さん、ありがとうございます。その15秒の中にね、命をかけてね、毎回挑んでくださってありがとうございます。なんかめっちゃ印象に残る、別に枚数とか多くなくて嬉しい。ありがとう。続きまして2枚ありがとう、タオさんです。花は誰のもの、発売おめでとうございます。たくさんの人に聞いてもらえるよう頑張ってください。ありがとう、タオさん。チェキ会以来やね、嬉しいで。2枚だからあれか、名前が2枚ともで違うよね。私この間タオさんのこと外国人とか違うし、2文字の人意外に多いんや。あ、ありがとうって、ありがとう。もう片方が青木2号、あのかの有名な青木の2号がいたなんて。青木さんの2号が。ありがとうタオさん。これからもよろしくね。おきちゃんの大事な大事なお得意様よ、あなたは。ありがとうタオさん、2枚飾ってくださいね。ちょっとね、よいしょ。青木にこう受けるな。続きましてダモンさん、咲き誇る花を見てるとこから始めましょう。めっちゃ校長先生みたいじゃない。うちの校長先生ね、あの卒業式で3年間ね、あの置かれた場所で咲きなさいって言ってて、私の時も絶対言われるんだって思ったの。私の代だけ言われなかったの、多分飽きたのかもしれない。置かれた場所で咲きなさいって言ってたの。次青みーさんだ。また咲き誇る花を見れるとこから始めましょう。私ちょっと今度使っていい、なんかラジオとかで。それ青少年とか和コードからのさ、なんか悩み相談来たらそれ言っていい。咲き誇る花を見れるとこが始めました。ありがとうございました。こちらこそダモンさん、ありがとうございました。めっちゃ校長先生思い出した。特徴的な方だった。 OK もらった。これで著作権私のもの、イエーイ。肖像権が移りました。続きまして、もっと歩く売り子図鑑、PR 舞台速報6位おめでとうございます。いまだに隔離キャラだということですが、次のキャラがありません。あと、おきちゃんとももちゃんと、あれには3人目は誰ってドキッとしました。これはトシさんですね。
なぜか名前を変えて現れましたけど、元歩く売り子みたい。そうなんですよ、おきちゃんももちゃん推しのね、ヤヨがおったけどヤヨがおらんくなって、3人目は誰だって話ですけど、3人目は売り子さんですね。ちょっと図鑑の勘難しいな。確かに、ちょっと待って、めっちゃ難しい。勘おみ、ちょっと待って、ちょっとすごい書かせてくださいね。おみ、私字が汚いんですよ。で、皿なんか枠を超えるぐらいそう、いまだ隔離キャラ。そうなんですよね、多分一生なんか本当に笑っちゃダメなの、本当に笑っちゃダメなのに不謹慎なのは100も承知で、あの隔離されてるトシさんがめっちゃ面白かったの。もう本当に失礼なことも不謹慎なことも100も承知で、なんか今から海外に出張なんだって言って海外行った瞬間隔離されて、で仕事して帰ってきて、日本帰ってきて隔離されて1ヶ月死にそうな顔してた、死にそうな顔してオンライン話し会に参加したあなたが本当に面白かった。でも本当にそれはね、笑っちゃいけないことだと思ってるから、うん、さっき1枚追加した。あ、そうなんだ、ありがとうございます、嬉しいで、ね、じゃあまた書きます、続きましてワイリンガルさん、誰のものでも構わない、お綺麗でいてくれるなら。何それ、一生私だけってこと、私が誰かと結婚しても構わないってこと。寝取られ性癖があるということでよろしいですか。まあメジャーだものね。まあここはアイドル的返答しておくと、私は誰のものでもございませんと言っておきたいところだけど、もしね、あなたがね、そういう NTR 属性が好きなのであれば、ちょっと他のメンバーとのイチャイチャを見せつけるしかないのかな。ワイリンガーさん、どうした急に。ありがとうございます。あの常連さんでございます、こちらの方も。まあ、多分そういう意味で言ってるんじゃないと思って。ありがとう。続きまして、コージーラッキーセブンさん、新曲発売おめでとう。起きちゃん忙しいから映画ですぐ行けないかな。本日ハロウィンの花嫁公開日、私は明日見に行ってきます。まだこれからも応援してますね。これからも甘々感動しに行ってください。じゃあお次、いやこれね、この後にこれからも応援してますねの後に読まないで答えを聞かせてっていうことがあるんですけど、じゃあ多分コージーラッキーセブンさんにしか伝わらないけど言いますね。姫ではないです。 OK です。はい、次 OK です。なんで読まないの、知られたくないってこと、これ他のそういうのありなの。なんかさ、みんなさ、なんか他のみんなに聞かれるの恥ずかしいから無難なさコメントにしてる人も多いのにさ、これ読まないで答えてってありなんだね。そういうのもありなの、ちょっと次回に役立てそうですよ、他の皆さん。読まないであなただけに答えることもできるらしいです。はい、 OK です、ぜひって感じです。答え的にはそんな感じです。すごいね、お話し会で語り合いましょう。真実はいつも人ね、今日ソロハゴ見に行くって言っててめっちゃ羨ましかった。早く見に行きたい、松田を見にたい。ありがとう。続きましてなりちゃん、よろしくお願いします。なんかさっきもよろしくお願いしますの人おったな。なりちゃんありがとう。なんでだろう、常連さんほどコメントが短くなる傾向があるかな。なりちゃんなんてめちゃくちゃいろんな場所で来てくれる人だけど、あれなのかな、もうこんなそんな言うことないって感じなのかな。あの来れば来るほどそういうタイプなのかもしれない。なんか普通な感じがするよね。なんかさ、寿司屋とかであえてそれ頼むんだみたいな普通の人の感じがする。何それ。なりちゃんさんありがとう、これからもよろしくね。普通やね、だってめっちゃ常連なんよこの人。おもろいわ、ありがとうございます。続きましてコーチンさん、おすごい、中国のファンです。中国でもオキちゃんを応援する人たくさんいます。私にとってオキちゃんは本当に暗闇の光です。オキちゃんのことが大好きです。私の名前呼んで好きって言ってくれませんか。コーチワーニー好きだよ、ありがとう。コーチンさん嬉しいね。確かにその自分のファンの方の外国の方って本当に
アジアっていうか中国、台湾、韓国、香港の方が本当に多い。嬉しいね。しかも日本語がめちゃくちゃお上手だ。ありがとうございます、コーチンさん。大愛に合ってるよね、日本語。日本語じゃない、中国語。好きって何年前ぐらい、え、合ってる、ね、多分。コーチンさん、ありがとう、ありがとうございます。終わり。パパじゃん。パパ合ってる。応援してるよ。お仕事頑張ってね。続きまして、スイさん。おそらく仕事で見れないと思います。サインありがとう。なあちゃん卒コンのアイムシュア。すっごい文字化けしてるけど、アイムシュア。アイムシュア、現地で見てました。完全に置き前があの空間を支配してました。やばかった。かっこ褒めてます。グリーンアリーナ参戦するので楽しみにしています。スイさん、ありがとうございます。ビギナーなんで奥いっぱいメッセージ書いた。なるほど。よし、スイさんありがとうございます。アイムシュアね、なんか私のステージ上からお客さんが見えるんだけどさ、なんかそれまでこうアボカドじゃねえしで、こうやってめっちゃペンライト振ってた人とかが、なんかアイムシュア始まった瞬間こう止まってる瞬間みたいなのが見えて、振ってる人が全然いなくて、いやでもね、支配していたって言われたら嬉しいです。スイさんありがとうございます。グリーンアリーナ待ってます。参戦嬉しい、ありがとう、本当にありがとうございます。続きまして、ケンさん、あ、ケンケン、前回に続きオフちゃんのサインゲット。ゆるいな、めちゃくちゃありがとう、ケンケン。確かにチェキのね、ケンケンって書いたわ、ありがとう。なんかさ、ゆるいんよね、文字の書き方が。絶対大型でしょ。違う、ケンケン私絶対大型だと思ってるんだけど、これで A 型とか B 型だったらちょっとびっくり。ありがとうございます、ケンケン。2枚目やね、チェキに続いて、ありがとう。続きまして、キノコのみさん、新規ですが、オキちゃんと出会ったことに感謝し、オキちゃんのことを全力で推します。ね、キノコのみさん、最近本当に多分今月とかじゃない、今月ぐらいよね。なんかなんで私のことを好きになってくれたのか聞きたかったんだよね。だって高校生でしょ、宮城の。コメント見る限り、私は加藤のことどうかな。ね、めちゃくちゃアカウントとかまで作ってくれてびっくりした。少しですが、でもなんか奈々さん推しみたいな。ね、何で好きになってくれたんだろう。すごい、ありがとうございます。若い子に推してもらって嬉しい。きのこのみさん、ありがとう、サンキューです。推します、ありがとう、推してください。これからもお待ちしております。今月の最初、ユーナーから入りました、ゆりかね。ユーナーさんから入ったんだね。なるほどなるほど、嬉しいね。でもこれからも よろしくお願いします。ユリ関連か、発信していかないといけないな。続きまして、キクリンさん、いつも可憐で可愛い、てか存在が可愛い、そして大人っぽいオキちゃんが大好きです。これからも応援しています。おお、存在が可愛いかい。でも可憐って言われるの嬉しい。これからもぜひぜひ応援してください。ちょっと大人っぽい、でも私結構だいぶ大人って言われる方だけど。キクリンさんからしたらあれなのかな、私結構少女寄りなのかな。まだまだいけますか、ね、ありがとうございます、キクリンさん、サンキュー。よいしょ。それでは続きまして、 V2 さん、 V2 さんコメントないね。 V2 さんありがとうございます。V2 さん、いらっしゃるかな。お、キクリンさんありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとう。じゃあ次、 V2 さん嬉しいね。うちはリンクが好き。どんな人なのかもっと知りたいな。リンクちゃん、うん、私はまだあなたの情報が全然足りてないけど、なんかこんな、ね、みんながコメントしてるのかコメントしないのもちょっとミステリアス感が出て気になってきた。うん、また教えてください、あんたについて。ありがとう、お届けします。 V2 さん、こういうことよね、 V2 ありがとう。続きまして、マスさん、オキコに母性を感じる今日この頃です、かっこ笑い。これからもよろしくお願いします。マスさんさ、言ってないけどさ、私一回見たことあるんよね、あなたを。なんかね、めっちゃ昔なんやけど、なんかね、スシローに行ったんですよ、マイちゃんと。そしたらね、なんか2個外れぐらいのカウンター席にマスさんがいて、ご飯食べてて、一人でスシロー
あって思って、でもさ、気づいてなかったからさ、本当に前よ、1年2年ぐらい前だけど、気づいてなかったっぽいからさ、なんかわざわざ言うのもなと思って、でもなんか、あ、一人スシローするんやって思った記憶がある。実はね、見たことあったんですよ。ありがとうございます、これからもよろしく。続きまして、この岬でさん、おきちゃん、お決まり伝言おじさんです。5月の大阪で恒例のお決まり伝言をやりたいと思います。それまでは喧嘩しないで書く、頼む。これからも全力で応援しますのでよろしくね。ありがとうございます。この間のまいちゃんの生誕祭ね、いましたよね。そうなんですよ、この人はね、風を待つのお話し会の時からお決まりを知れ、私のところに来て、まいちゃんに言いたいことありますかって言って、まいちゃんのところにいて、おきちゃんに言いたいことありますかって言って、あのお決まり伝言をね、かれこれ4年ぐらい続けてくれてます。じゃあ5月まで喧嘩しないでおきます。お決まり伝言できるためにありがとうございます、みさきさん。 Thank you。 続きまして、小鉢さん、どうも、おきぽの幸せをいつも願ってる、それがあれば何もいらない。お、出ましたね、小鉢節。なんかさ、言葉が綺麗よねって思うよ、言葉が。なんだろうな、なんか日本語上手とか、なんか頭がまあ頭はいいんだろうけど、頭が良さそうとかじゃなくて、なんか心の思いを伝えるのが上手な人だなって思います。あなたもなかなかのバチ恋だと思いますが、これからもよろしくお願いします。サンキュー。続きまして、 G35 さん、魅力ながら応援してます。パソコンも頑張ってね。ありがとう。ちょっと漢字ちょっと丁寧に書かせてくださいね。 G3、そうね、パソコンさ、あなたは絶対得意よね。私苦手なんだ。 G3 号さんはね、絶対プレゼントが得意です。トミーさん、おめでとう、そんな感じする。トミー、お、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんがたくさん、そろそろ仕事が終わり始めた時期かな。 G3 号さん、ありがとうございます。また小説のプレゼントね、楽しみにしてます。最近はね、全然あれだから、ありがとう。続きまして、ミニピンさん、選抜おめでとう。おきちゃんのおかげで自分の趣味と行動範囲が広がって感謝しています。そして変わらず応援しています。お、ありがとうございます。え、ミニピンさんさ、さっきまでおったじゃん。みちゅさんにさ、ガラスペンプレゼントした。なんか最近あのさ、みちゅさんのさ、なんかあの花は誰のものに文字の動画見てる、あれさ、あのミニピンさんがあのくれたインクと似てない、めっちゃ。だから、あ、プレゼントしたのかなって思ってたけど、あのガラスペンと。気持ちいい。確かにね、あなた趣味がもともと広いのに、ね、どんどん広がってます。サインありがとう。こちらこそありがとうございます。サンキュー。よいしょ。よし、次、続きまして。TM マンさん。今年度も推してて楽しい活躍を期待しています。地元なんで生で見たい派だけど、なかなか近くで見れないかな。確かにね、生で見るのがやっぱり一番いいと思うよ、私は。うん、推してて楽しい活躍を期待しています。ぜひ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 。私は自分の中でね、まあ、去年も教えて楽しいアイドルにしてもらえる、なんか推し活にしてもらえるようにするって言ったんだけど、今年はマジで自分からちゃんとあの楽しい出来事をいっぱい作っていこうと思って、皆さんがね、だから楽しみにしててください。 DM マンさんも今ね準備中、それに対する、だから早くね楽しいと思ってもらいたいんやな。ありがとう。続きまして、宗弘さん、仕事で見られないかもしれないけど届くの楽しみに待っているね。お、宗弘さん、ありがとうございます。あるよね、チェキとかもサインもいつもありがとう。かっこいいよ、感じが。お仕事か、見えてるかな。結構ギリギリの時間帯だと思うけど、どうだろう。宗弘さん、いつもありがとう。お仕事頑張ってね、大変だと思うけど、届くの楽しみにしていますって言ったから、楽しみにしててね。見れてありがとう。お、ティーマーさん、ありがとう。楽しいお仕活にしよう、今年も。続きまして、なっちゃん、
ポンジュースが会社に飾るようです。おきちゃんに人生相談したいです。いつもありがとう。あ、なるほどね。これポンジュースさんの名前ね。ハンドルネームバレないようにしてるじゃん。最近メールの返信できませんが、ちゃんと鍵垢で荒ぶってます。見たい、すごそう。なんかもうなんか鍵垢なんかやばそう、なんかありがとう。じゃあ鍵会社に飾るならちょっと私も普通っぽくしとこう。普通っぽく書いておこう。鍵垢すごそう、なんかお決めりディフディフって言ってないかな。ね、いっぱい話そうね。話したいことあるからさ、ありがとう。頑張ってね、仕事も。続きましてデュラントさん、いつも素晴らしいパフォーマンスありがとうございます。コメントやメールで独特でファンを飽きさせない MC 力も好きです。これからも応援しています。お、ありがとうございます。デュラントさん、この人さ、めっちゃさ、なんかファンの人だけどめっちゃさフォロワー多くてさ、おはようツイートさめっちゃさなんか3桁台とかのいいね言ってるの普通にちょっとおもろいんやけど、アイドルじゃんって毎回思うよね。3回目の予防接種割り HP2 のデュラント、え、大丈夫？私もね、あれ来てたの、接種券行こうかと思ってるんだけど、なんかみんなダウンしてる。私2回目大丈夫だったんですよね。1回目はさ結構しんどかったけど、だから3回目どうなるんだろうと思って、謎いんだよな。続きまして、トヨチュンさん、 STU の5周年コンサート当たりました。今から楽しみでワクワクしています。これからも応援しています。頑張ってください。お、トヨチュンさん当たったんや。どこで当たったんだろう。カメコとかかな。カメコじゃないか、普通の席かな。早く教えてほしいぜ。そしたらレス送るのになよいしょ。お、こんばんはって、こんばんは。どこの席に応募したの、トヨチュンさんは。教えてくれメンス、ありがとう。またコメントしてじゃあ、ありがとうございます。ああいう曲だとそういうなんか神秘系ラブラブみたいな。続きまして、鉄人りょうさん、鉄人りょうさん、初かな、もしかして。あれが好きです。初めて書く気がする。コメントもないんだよね。レンズキス、レンズキスさん、でも自分の、多分自分の名前だと思うんだけどさ、寮にさ、鉄人ってつけるぐらいだから鉄人なのかもしれない。鉄人、インディーライターズとか、おしめとか、アイブシャーとか、よいしょ。鉄人、りょうさん、ありがとう。もっとお話ししたい。気になるんだ。どうやってあなたは鉄人と呼ばれるようになったのかとかね。続きまして、おかずさん、いつも公演やコンサートショールームで楽しませてくれてありがとう。なかなか広島まで行けないからまた福岡に来てくれるのを待ってます。動画編集は頑張れ。ありがとう。そうなんですよ、今ね MacBook を買ってですね、30万ぐらいして自費出費でね、パソコンで編集してるんですけど、難しくて。ゆきちゃんはいつも形から入るからダメじゃないかって思うんやけど、でも早くその編集した動画とかを皆さんに見てもらいたいなと思う。今は結構練習中なんだ。あ、そうだ、それは初めてでもまあ皆さんがね楽しんでもらえるための先行投資だと思って頑張ります。ちょっと飲み物のスタッフさんとか行ってから。今日の金曜ロードショーはコナンだよ。金曜ロードショーコナンか、やばいやばい、見なきゃ。今日実況配信するかも。え、待って、でもちょっと待って、割となんかこっちの方が何やかな。よし。続きまして、あきまさん、おきちゃんは花です。誰のものにでも誰のものにもならないでね。まだしばらく花見させてください。お、ワイリンガルさんと別のこと言ってるじゃん。割れたぞ、ファンの中で意見が割れたぞ。これはおきちゃんなんだっけ、なんかさ、ワイリンガルさんなんだっけ、ネトラレ属性みたいな感じだったから。あきもさんは私が花だから誰のものにでもならないで。なんかどっちもいいね、どっちもいいね。これあきもさんありがとうございます。花でいてね、花でいるよ。ちなみにあなた的には私何の花、あきもさん的には私何の花。
た。こんばんは。おめでとうこのエピソード。続きましてたけちゃんさん。おめでとう。コメントがあのいつものコメント。あの絵文字や。いいな。ありがとうたけちゃん。じゃあ今回は入れなかったんですよね、名前に。いっちゃん、おいちゃん、うん、いつもね、なんかリンコこの人ね、私の社員会の時とかにたけちゃんの後に顔文字つけて、私がいつもこの顔文字書くのに苦戦してたら、あのなくなってた、メッセージのとこに入ってた。たけちゃんありがとう、今年もよろしく。メッセージがこれだけなの、なんか地味におもろいな。ありがとうございます。続きまして、和弘さん、いつも応援しています。コンプラ。コンプラやで。カーズ。ドライブのチャットとかもさ、私作ってるからさ。そうよ、コンプラは大事だからね。愛人だから、愛人は愛人は都合のいい女なんだよ。ってことは私はインちゃんの都合のいい女なんだよ。ね、ありがとう。大丈夫、いっちゃんの気持ちは。なんか私ってさ、こんなにコンプライアンスちゃんと守ってるんだって最近特に思うよね。すごい。ありがとう。いやいや。なんか変なタイミングで目が合っちゃったスタッフさんと。気まずい気まずい。ありがとうございます。都合のいい女です。サンキュー。続きまして、君の一番目の青空さん、愛しています僕の女神さん。お。この名前は初めて書く気がするけど、私女神だったの、あなたの。なんかさ、なんかの歌のタイトルみたいなね。君の一番目の青空。嬉しいな。青空さん。僕の女神さん。私女神かい。はい。お、ありがとう。初めて。こういうの書くの。大生生まれ変わったら、あ、今回肥後 NG だからか、だから、そうなのかな、無理です。かけちゃんさん、もう少し過ぎたので無理です。君の一番目の青空さん、ありがとうございます。愛してるって言ってくれる、ちょっとあなたは結構、あ、二度目か、ありがとう、ありがとう。そっか、前もなんか歌詞みたいって言ったような気もするの。女神なんですか、私。キュン、ありがとう、大切にしてくださいね。サンキュー。続きまして、釣り吉244さん、8枚目リシングルリリースおめでとうございます。ドラッド3期生の意味合いもより強くなると思います。個性を生かして活動していってください。そうなんですよ、ドラッド3期生ね、うん、3人しかいないし、なんかアクターズの子たちも入ってきて、なんか後輩じゃなくなった。私もさ、後輩だけの期間がめっちゃ長かったからなんか勘違いしちゃうけど、これからも、うん、5年目なんやなって思いますね。はい、ネットじゃない、自覚持って頑張るよ、ネットじゃない、いますよ、ありがとうございます。 ありがとう、あ、青空さんもありがとうって、こちらこそありがとう。チリケス244さん、ありがとうございます、頑張る。じゃあ次、この曲めっちゃいい曲じゃない、はい、この船から降りた僕たちは。いい曲。続きまして、小森光代さん、324で光代。言葉選びが好きなのはもちろん、アイドルの成長を見ることができるのは好きが増すしかありません。大好きです。言葉選び、もう成長を見ることができるのは好きが増すしかありません。いや、成長 してるかな。でも本当になんか1年目の自分よりは確実に成長してると思うし、なんか人間としても最近大人になれたんじゃないかなと思う。お、こまりさん、ありがとう。この3人4ってどういう意味なんやろ。みつよ、こまり、みつよさん、ありがとうございます。はい、続きまして、とうとうさん2枚。あ、これはタイプ B もうなってるから、ありがとう。おきちゃん、愛してる。お、ストレートな人ですね、ありがとうございます。愛してるか、でも結構毎回言葉にしてくれるんよね、オンライン話し会とかでも。で、名前さ、配信と名前違う？私もさ、言ってるつもりなんだけどさ、ちょっとさ、かわいい、ありがとう。結構でもまだあんまり届いてないっぽいから、ちょっと次の時はちゃんと言葉にしようと思います。あやかんちゃん、愛してるよ、ありがとう。選抜おめでとう、私も好きです。
でもそれがさ、なんかあんま届いてないっぽいの。じゃあまたオンライン話し会で話しましょうね。かなちゃんとじゃあ真面目な感じで。ありがとうございます。2枚、タイプ B 版です。4枚ってことか、じゃあすごいな。ありがとう。サンキューです。かわいい。続きまして、コウジさん。奥ちゃん、いつもありがとう。奥ちゃんとのオンライン話し会はいつも楽しいです。5月3日の5周年ライブも楽しみにしています。奥ちゃん大好きだよ。過去妻には内緒で一応コンプライアンスを守ります。これからもよろしく。妻には内緒で了解です。浩二さんありがとうございます。いやオンライン話し会ね、私もいつも楽しい本当に、うん、妻に内緒っていうのも面白いな。届いた時とかどういう感じなんやろうな。かわいい。2枚もしかも嬉しい。ありがとう。バーカンちゃんのコンプライアンス守りますって言ってるからね、一緒にコンプライアンス守ろうね。この前の僕公演公演に続き、来週日曜日とマイカー公演後方結果応援します。お、じゃあもうすぐしたら会えますね。楽しみにしてます。イエーイ、ありがとう。続きまして、ありがとう。サンピラーさん2枚。お、サンピラーさんあれじゃん、もう片方名前じゃん、さつまささん。うえー、嬉しい。どっちも書けるなんて。コメントないね。でもいいの、いいの、いつもみたいにショールームでコメントしてもいいんだよ。なんでいつもさん付けな。さつまささんいるかな。よいしょ。じゃあもう私も言われてみれば。ありがとうございます。サンピラーさん2枚。しかもちょっと珍しくない？カズマサさんバージョン。いつもだってサンピラーさんだけやからさ、ちょっといいね、こういうのもいいかもしれない。ありがとう。続きまして、秀吉さん。花は誰のもの。あ、ありがとう、大切にするよ。ありがとうございます。こちらこそ大切にしてください。コメントしなかったね、珍しい。秀吉さん、花は誰のもの、いい曲ですね。数え切れないくらいのの歌詞のところが特に好きです。あそこね、数え切れないくらいの花が一年に咲いていてな。わかる。なんかこういうの好きそうだから秀吉さんは話すけど、あそこら辺からなんか笑顔になるの。だからちょっとダンスするとき見てほしい。それまでは結構ムって顔して憂いの表情なんだけど、あそこら辺からだんだん和解するダンスになってくる。仲違いしてたメンバーたち、だから笑顔で踊るの楽しみにして。言いたい方はいつもそれぞれ言ってるから。あー、なるほどね、了解だ。続きまして、青鬼くん。奥ちゃんまた髪を伸ばすかな。ショートも似合っているからね。嬉しい、ありがとう。ショート好きよね、あなた。一回切ろうかなって思う。その、まああの短くするためにっていうよりは、髪の毛を伸ばしたいから一回ダウンなくすために切りたいって感じなんやけど、多分その段階で一回切るからまた見れると思う。まあ、そんなショートではないけど、ボブぐらいには。青鬼くん、ありがとう。確かにめっちゃ褒めてくれてたかもしれない。ありがとうね。続きまして、クビちゃん。選抜おめでとう。今回も素敵な楽曲で、 STA は毎回いい楽曲ばかりだと思ってます。もうすぐ5周年コンサートもあるので、普段あまりやらない曲も聴けるかなと楽しみにしています。そうそう、8枚目ポスターも狙っていきますので、よろしくお願いします。私が言っといてあげるよ、キングレコードに。この人ね、あの風を待つから独り言まで全部ポスター撮ってたんですよ。で狙ってて、でも8枚7枚目で初めて外れて8枚目狙うらしい。今言った分かんないよ、それで当たるかは分かんないけど、私がやれることはしといたよ。そう、すごい。だから何枚連続、結構連続で当たってたんですよ。一応私は言うだけは言ったけど、分かんない。それでも外れたらもう運だ。運だ、うんうんって言ってる。ありがとう、くみちゃん。でも本当にね、すごい当たってたからね。何回書いたか分かんない。ありがとうございます。続きまして、真鍋さん、よろしくお願いします。またじゃん、同じ一言じゃん。なんなん。
言うこと見つからなかったパティーナ。期待しています。はい、でももう期待してないでしょ。言うこと見つからなかったパティーナだな。ダメじゃん。いやでも応援してくれるってことは伝わった。もうね、地味にちょっとオキちゃんにした。オキポじゃなくて地味な違い。複数の人ちょっと名前若干変わってます。またあのそこ見てみてください。続きまして、春ターコイズブルーさん、オキポ大好き、これからは春ちゃんと呼んでください。え、いいの春ターコイズブルーさん。今度からじゃあ春ちゃんって呼べばいいの。春ちゃん、私成人男性に春ちゃんって言うたい。でもこの人めっちゃすごい人やからね。ターコイズブルーさん、押してるよ。いしょ、はるちゃんありがとう。今年会えるかね。こいつさん、あ、ありがとう。なんかね、こいつさん、やばいやばい、8枚目、某テレビ局ので 働いてる方だから、ね、たまに会うに。ありがとう、お願いします。はるちゃんありがとう。ラーメン撮ってたの。テレビ局のレストランの人なのね。なんかすごい人たちにご飯作ってるの。この間さんまさんに料理作ったって言ってた。すごいよ、ね、めっちゃすごい。続きましてヨッペリアンさん、オキちゃんが STU にいてくれるだけで幸せです。これから私たちファンの一番癒される存在でいてください。5周年コンサート行きますよ。お、ありがとうございます。一番癒される存在でいてください。癒されてますね、私で。いやなんかそんな私にマイナスイオンを感じてくれるなんて嬉しいね。ヨッペリアンさん、ちょっとあれかも。ありがとう、いいね。私ね、こいつの時が合いそう。いいね、もうね、いいよ、私こいつ大好き。あん、さん、ありがとう。5周年コンサート楽しみに来てくれるのね。絶対見つけるわ。おいちありがとう、こちらこそありがとう。え、また教えて、どの席か近い、あのうちになったら神か下かアリーナかみたいな教えてくれたら探す。絶対ありがとうね。ご飯食べた、ご飯食べた、たらこおにぎり。あさっちさん、選抜そしてカップリング選抜速報6位おめでとう。月人にだね公演、何ができた？ん？なんだこれ。おめでとう。好き。なんだこれ。んー、なんかすごい誤字してるよ。だけ好き人にダメ公演での爆裂ありがとう。好き人にダメ公演。書き間違えた、ごめん。書き間違えすぎじゃない？これね、ぼっこい公演。ね、どんな公演？あ、公演での爆裂ありがとう。お、ここからは声出して読まないで。わかった、声出さず心で読みます。おお、なるほどね。うわー、ありがとう。なるほどなるほど。じゃあ私にしか知らないことだけど、まあ返事するね。いると思うよ、多分。うん、全然可能性高いと思う。わかんないけど楽しみにしてる私も。しかもオンライン話かみたいな。アナスさんありがとうございます。わかんないわかんないけど、でも確かに言えば叶うかもしれないからね。ありがとう。続きまして山並さん、心に染みてくる素敵な曲を、ありがとうございます。私のお得意様です、山並さん。やばなび、そうなんよ。山並さん好きだと思う、こういう曲。どうだろう、また話したいな、お前の話か。私好きなんですよ、山並さんと話すの。なんか心あの構えなくても話せる、なんかリラックスっていうのかな。ありがとうございます、元気もらいます。 ありがとうございます、こちらこそ嬉しいです。最高。続きましてポカンさん、そうそう、私がオキちゃんファンになっていつの間にやら2年が過ぎました。ずっとワクワク楽しませてくれてありがとう。可愛くて楽しい優しいオキちゃん、そんなオキちゃんにふとした瞬間キュンとしてるんだよ、大好きです、これからもよろしくね。わー、ありがとうございます。ポカンさん、そっか、もう2年なんですね、意外に。でもいつだったかな、あの実際に初めて会えた時とか嬉しかった。なんかまあ、元々のファンの方も多いけど、こうやってコロナになってから押してくれる人も増えて嬉しい。
グリーンに合ってる。そう、グリーン。ちゃんとカニが、ありがとう。ちゃんと美味しすぎても分かってます。いや、娘さんとか息子さんとかにも会ってみたいな。気になる。ありがとうございます。ありがとう。楽しみ。あ、順番前後してた。続きまして、竹田くんさん。ゆうかちゃんこんばんは。気の利いたコメントが思いつかないので、いつもいつどんな時も応援しているのいるからねとだけ言っておきます。母。ありがとうございます、竹田くんさん。お母さん。めっちゃ背高くてびっくりした。とも先輩だけ。女のね、女性の方で。身長170とか言ってたよね。この間初めて会ったのかな。ずっとオンラインだったんだけど。今日は母って書いてもらえなくて残念。来週の話し会楽しみですね。母ってね、そのメッセージ書けないの。でも竹田くんさんってさ、母のことさカタカナで書くのおもろいんやけど。ありがとう。続きまして、お2回目、海ちゃんさん2枚、ありがとう。4枚かな。漫画やアニメ、おきちゃんきっかけでいろいろハマりました。これからもいい作品あったら教えてください。おー、ありがとうございます。そう、私結構好きなのね。最近ね、好きなやつあるけど、ちょっとまだなんかショールームとかで言っていいなんか内容じゃあんまないから、ちょっとショールームでも言っていい系の最近ハマってるやつがあったらまた言いますね。何があるかな。いや、私も最近ね、なんか新しいものに巡り合えてないんだよね。これです。見つけたい。えみちゃんさん2枚、4枚目です。ありがとうございます。やめろ。おきちゃんのおかげでコナンのもっと好きになってしまった。教えて。コナンね、もう行こうかな。ありがとうございます。続きまして、ブルームーンさん。お、またまた。毎日楽しくできているのはゆうちゃんのおかげです。ありがとう、嬉しいよ。私もやで。なんかあんまおらんからね、その同居で私のことを押してくれてる人、まあ、いるけど、なんか少ないからさ。私結構本当に関東とかの人が多いから、貴重な地元ファンでございますよ。昨日で STU48 と出会って4年になって、これからも楽しい。そうなの。昨日か。4月13。何きっかけだったんだろう、最初って。ショールーム。ありがとう。続きまして2枚、ジェリーさん。このハートのなんかピンク。いつもありがとう。これからも応援しています。頑張ってください。大好きです。わー、ジェリーさん、日本語でメッセージ書いてくれたので、ね、嬉しい。毎回さ、なんかちゃんと、ジェリーさんってアメリカの方だっけ。今が欧米っていうか欧米かな見た目をされてるんですけど、毎回本当になんか丁寧に私に日本語で喋りかけてくださって、でいつもなんか上手くなくてごめんねって言ってくれてるけど、全然上手だし、むしろ私の英語のさ、リスニング能力がないからごめんねって思う。ありがとう。未来ホールのイベントの日。そっか。ありがとうございます、ジェリーさん。私ももうちょっと上手くなりたい、他の言語の言葉が。ありがとう。実は私も会話です。あ、そうなんや。ありがとう。あ、ジェリーさん、ありがとう。こちらこそありがとうございます。最高や。続きまして、マッカさん。今月はいろいろ大変で貸し状態です。来月からまた頑張ります。何があったの？仕事？でもマッカさんってなんか仕事めっちゃあるよね、頑張ってるタイプよね、生きるために。ギャンブルしてるイメージあるけど。愛知県のフェス楽しみにしています。ああ、ありがとう。そっか、そう、出ます。いつだっけ、5月だ、5月かな。そう、なんか近いんだっけ、あなた。楽しみにしてます。ありがとう。イエイ。続きまして、とりあえずルービーさん、特攻隊長優香。 LINE ライブの特攻はさすがでした。どんな時も必ず爪痕残すの、ほんまにすごいと思う。優香から目が離せません。あれ実はね、バラしてしまうとね、台本だったんですよ。あの、言う言葉は自分で考えたけどね。
でもね、なんかね、私もね、なんか普通に決まってる体で話されるのだったら、佐竹さんがさ、なんか立候補制みたいな言い方、まあ言い方でさ、やります誰だみたいな言われて、わーみたいな、なんか私めっちゃ目立ちたがりみたいになったけど、いや嬉しいですね、なんか選んでいただいて、あ、すいません、ありがとうルービーさん、嬉しいです、トッポ隊長頑張ります、これからも、明日納車です、おー頑張って納車。ファイト、また見せてね、新しいやつ。そうなんですよ、ミッシーさん、手紙を書いて送ったので時間があるときに読んでくれると嬉しいな、来週の話か、9月の5周年コンサートも楽しみにしているね、お、ありがとうございます。ミッシーさん、めっちゃ長文でお手紙くれるからね、楽しみ。やったね。なんか分析能力が本当にすごくて、アイドルに対する、まあ、推し面とかもそうだけど、なんかさ、ノートとかさ、そういうので書いたらめっちゃいいねもらえそうな気がするんやけど、ありがとうございます、ミッシーさん、よし、お前とか、なんかその別に小説とかじゃなくて、なんかコラム向けな分析能力をしてらっしゃる。続きまして、ゴーさん、強しって書いてゴーですね、5周年おめでとう、またいつの日か握手会で会えることを願っています、これからも栃木から応援してます、栃木行ってみたい、全然行ったことない栃木県、リンコの池、おーさん、ごめんすぎ、リンコの池、確かに握手会ね、いつぐらいになるんだろう、なんかもうめちゃくちゃ厳重に、なんかやる前にアルコール、やった後にアルコール、手洗いが厳重みたいな感じになったらなんかありそうだね、でもちょっと寂しいよね、それもまあ大切なことだけど、ゴーさんありがとうございます、またいつか会える日を楽しみにしてます、サンキュー、お願いします、マサオね、続きまして、昔からおじんさん、触覚が赤くなってより可愛らしくなったね、伝わらないかもしれないけど、ステージで時々見かける花が開くような奥ちゃんの手の振りが好きです、花が開くような手の振り、花が咲いたよ、奥ちゃんが食べた海鮮丼食べた、おーいいね、あれ美味しいよね、昔からおじいさんありがとうございます、最初の方コメントおったけどおるかね、昔からおじいさん、花が開くってどんな感じだ、でもなんかそういう表現してもらえて嬉しい、お、にじんじゃったかも、ちょっと待ってね、ありがとう、また楽しい、マサマジで楽しい、それじゃなかった、どういうこと、間違えたの、昔からおじいさん、あさってくるよね、多分、あれ違ったっけ、ありがとう、ちょっと待ってね、できた、何それじゃなかったって、次、ありがとう、小西周平さん、お姉さん、ありがとうございます、あなたよね、あなただよね、合ってるよね、続きまして、ゴチューさん、カタカナゴチュー、なんなん、さっきさひらがなごちゅうって言っててさ、ね、今回え、カタカナで書けってことじゃないよね、どういうこと、ありがとう、こちらこそ、あなたちょっと言葉足らずすぎ、もう本当に天然じゃないさ、これあるやん、あのあとちょ面白がってるでしょ、書くことなかったんでしょ、読めてるよ、はいって、あとメッセージめんどくさかったでしょ書くの、絶対そうでしょ、ありがとう、3枚目あるとしたら漢字語中とか書いてあるでしょ、当然で中が深まったらそういうことでしょ、続きまして SAKI 佐々木さん、てってれー、おきちゃんこんばんは、逆転 KSS でしょ、おめでとう、何どういうこと、 SSK を逆転にしたってこと、優香に名前覚えてもらってこんな嬉しいことはない、ギャー呼び捨てにして呼んじゃった、かっこはにゃ、ジャケット絵柄が気になるジャケット楽しみ待ってるぜ、びっくりマーク、おおびっくりマーク、花は誰のものおめでとう、マジさ本当に癖強すぎてちょっとやめなよやめなよ、ちょっと対処しきれないって私じゃ、もっと上級者のメンバーじゃないと私対処しきれないで、このしかもさ、この文面をさ他の人がね見てくれたら分かるけどさ、私が読んでもさ伝わらないじゃん、この文章がどれだけ異質な文章かが、あ、見せなきゃダメですかね、いやおもろい、おもろい、めっちゃ面白いけど面白すぎてもったいないね、この紙だけに収まってしまうのが、なかなか面白い、
面白い文章書くね。さすがですわ。続きましてマッピさん、オキちゃんにたくさんの幸せが訪れることを願ってます。おお、ありがとうございます。どうしたん、急にめっちゃ真面目やん。この人あの1位ぐらいの笑い上等ゲコなのに、ゲラか、ゲコじゃない、ゲラだ、ゲラなのに、なんかめっちゃ真面目じゃん。嬉しい、たくさんの幸せが訪れることを願ってます。私はマッピさんの幸せを願ってます。ありがとう。びっくりした、めっちゃ真剣な感じで。 Thank you。 続きまして2枚、ひろみつさん、お、またまた STU 8枚目シングル発売おめでとうございます。ドラマミュージックビデオの影響もあってかな、今回は特にメッセージ性のある曲と感じております。奥さんの演技もグッときました。大好きだよ。ありがとうございます、ひろみつさん。そうなんですよ、いや緊張したよ。 MV はどうだった？でもこうやって褒めてくれてなんかやってよかったなって思う。私もひろみつことひろみつ、再びサインありがとう、大切にします。元気はつらつのきちゃん大好きだよ、本当に。元気はつらつだよ今日も。ひろみ、漢字バージョンとひらがなバージョンと数字バージョン全部全種類ゲットじゃん。名前ちゃんとあれだよ、カタカナもいけるね。じゃあ、肉声で一番首のすごい、ありがとうございます。ありがとう、いい曲だよ、ありがとう。ひろみつさん、2枚から4枚目か、これで。ありがとうございます。全部コンプリートできますね。次はしんこ、お、おかえり。続きましてローケーティーさん、シングル発売おめでとうございます。今年になって奥ちゃんへの思いに大きな変化もあり、また何か違う1年になりそうな気がしています。自分の地元での MV 見ましたよ、これからの活躍楽しみにしています。お、ありがとうございます、ローキーティーさん。そうね、なんか ガチ恋っていうか、そのなんかね、今年ぐらいから結構変わってくださったみたいな、私への認識が。私もなんかちょっと話すときにドキドキしちゃいますね。ありがとうございます。 MV も山口で撮れて嬉しかったです。ありがとう、ローケイティさん。仕事で見れてないかもしれない、もしかしたら。続きまして、漢字でトールさん、新曲発売おめでとう。またたくさん会えるのが楽しみです。最近ポコちゃんが家に来てから奥ちゃんが母性を発揮しまくっていて、今まで見たことがなかったような一面見せてくれているのがとても微笑ましいです。早く懐いてくれるといいですね。そうなんですよ、さっきもさ、私に母性湧き出してる人コメントでいたけどさ、松さんかな。そうなんですよ。でもね、もうね、昨日ね、懐いてくれるようになりましたよ。昨日お散歩させてたらね、なんか無条件に私の手の上に乗ってくれるようになった。また見せますね、昨日ショールームでちょっと見せたいんけど。チェキありがとう。お、よかったよかった。メッセージ。あ、チェキコメ、チェキシャか。ありがとう、トールさん。トールさんもあれやね。最近っていうか、新規の人と新規の人なのに、もう子さんのような安心感があります、ね。昨夜の配信は可愛かったって。あ、見た。そう。あの後にめっちゃ仲良くなったんですよ。ポコちゃんも可愛いけど、オキちゃんも可愛い。本当に嬉しい。ポコ太郎にも負けない私。続きまして、ホクさん2枚。いつも話し変に話し合わせてありがとう。ホクホク、早く直接会いたいです。自分からホクホク言ってるじゃん。私がホクホク言ってたから。そういうところが、リンクを話いや、別に変に話合わせてないよ。でも、あの、アイムシュアのなんか、会話を二人でやるみたいなのはちょっと面白かったけどね。あれは合わせたかもしれないけど。でも毎回ね、本当に、ありがとう。いっぱい考えてきてくれて。私も嬉しい。しかも2枚やん。奥さん、ありがとう。早く話したいね。奥さん2枚ありがとうございます。サンキュー。いいんですか。ありがとうございます。続きまして、竹尾さん、カタカナで。ジャケットにサイン嬉しい。曲はもちろん、ジャケ写も MV も素敵でいい作品ですよね。サイン大変だけどファイト。あ、違うわ、間違えた。竹尾さんなのに別の人のコメントになった、ごめん。 MV も MV 感動、曲も、歌もいい、詞もいいですよね、たくさん聴くよ。ハッシュタグフル完売だと。わー、竹尾さんありがとう、嬉しい。
そうなんですよ、フル完売をね目標に掲げてて、そしたらさ完売もめっちゃあのさせてもらってさ、全然なんかまさかの PR 舞台もさ速報に入ってさ、したよね本当に。ってなったよね。ハッシュタグフル完売だと、ありがとう。お話し会も5周年も楽しみ。岡山から応援してるよ。ありがとう、こちらこそ。いいね、岡山ちょっと帰りたいな。ありがとう、頑張ります。続きまして白熊さん、ちょっとさっき読んじゃったけど、ジャケットにサイン嬉しい。曲はもちろんだけど、ジャケットもブーブーブー素敵ね、いい作品ですよね。サイン大変だけど、はい、ありがとう。全然大変じゃないけど嬉しい。今回も白熊さんの名前かけてありがとうございますやで、白熊さん。よいしょ。結婚は 0.00% ですか。早く話したいな。うん、ありがとう。なんか聞き上手よね。だからかな、なんかいっぱい話しちゃう気がする私。オンライン話し会とかで。まあ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 、許してくださいな。白熊さんありがとう、はい。また話そう。今月話せるのかな、4月のやつ。話せたら嬉しいな。続きまして、元敦史さん。元敦史さん、コメントなしですね。かっこいいね。ちょっと漢字なので、丁寧に。間違えないように書きます。あかね、またニコのパクった。またね、私がドラえもんボールをまたパクっとった。本当にいつも来てくださる。お話し会もそうだし、チェキとかもそうだし、しかもこれ本名だもんね。私こういうさ、サイン会ってさ、まあバレちゃう危険性もあるけど、なんか自分の名前で残してもらいたいタイプだから自分が書けて嬉しいよ。ありがとう、ヨトアツイさん。これからもよろしくね。私が先にやってたもん。また話し会。ね、話しますよ。私が真似してるって違うもん。あたしが真似したんだもん。続きまして、マー君マロンさん。きちゃん先輩はおめでとう。まだおきちゃんを見つけて日は浅いけど、これからも自慢の推しメンです。かっこ、名前のマロンは、うちのワンコの名前です。あ、なるほどか。ずっとあのマロンでマー君って呼んでほしいのかと思ったら、あれか、マー君マロンなのね。ありがとう。マロンいいな、かわいい絶対。私もさ、一時さ、あのメールアドレスさ、あのあれ、今もあれなんだけどさ、あのプライベートメールの方のメールアドレスね、あのゆうまめってさ、ゆうかとまめたで自分の飼ってた犬の名前つけてたからさ、気持ちわかる。マークマロンさん、何あった、ありがとう。いえいえ、マロンちゃん、マロンくん見せてね、また楽しみや。続きまして、よろしいですか。スプマンってさ、ドラマ MV での合衆コンクールを中止告げられた時のみちさんとおきちゃんの演技が良かったです。演じているんだけど自然な感情の発露だと思いました。そしてなんといっても白セーラー服姿が眩しすぎました。おー、ありがとうございます。いやー、白セーラー服ね、なんかスタッフさんとかからね、なんかまだいけるじゃんって言われて、まだってなんやねんと思って。いやでも嬉しい、いけてました。嬉しいよ。いやでもね、スマートさんはわりかし全肯定だからね、ちょっとあんまね、評価はね信頼しない方がいいのかもしれないけど、まあ私からしたらね、めっちゃ嬉しい言葉でした。ありがとう、スマートさん。 MV のことも演技褒めてくれてありがとう。似合ってたよ。あ、本当？嬉しい。本通りとか空いても大丈夫かな、補導されるかな、夜とか歩いてたら、それともスルーされるかな。ありがとう。続きまして、さいちゃんさん、4月23、24お話し会参加します。売り切れててあんまり買えなかった。 STU48 初めてなのでよろしくなり。おー、嬉しいなり。 STU 初なのね。そんな初を私に捧げてくれて OK？ さいちゃんありがとう、楽しみ。23と24ね。私その日さ、ウィッグで髪の毛ロングにする日だから、なんかちょっとびっくりさせちゃうかも。あんまびっくりしないでね。髪の毛増えたってないかも。さいちゃん、ありがとう。楽しみにしてます、23と24。アイムシュア、生で見た、高まった。お、ありがとうございます、嬉しいね。続きまして、ひらがなで翔一さん。ゆうかちゃんいつも可愛いよ。ゆうかちゃんにいつも癒されて仕事頑張れる。これからもずっとずっと押してくよ。ゆうかちゃん大好き、愛してるよ。ありがとうございます、嬉しい。
ここまでさ、なんかダイレクトに愛の言葉つぶやいてくれるのってさ、日常生活とかであんまないからさ、嬉しいね。ありがとう、ありがとう。だって大好き、愛してる、ずっと推す、全部入ってる全部入ってるもん、ね、ありがとう、翔一さん書かせていただきます。翔一さん、ありがとう。またね、続きまして、HIRO でヒロさん、ゆうかちゃん卒業ラッシュで、ゆうかちゃんが推しの最後の砦です。応援してるよ。やばい、めっちゃ託されてる。サッカーでもやっぱ春の時期っていうのもあるから、その学生メンバーとかさ、なんか進路を考え始める時期なのとは思うんですけど、春とかね、私はまだまだいるつもりなので、全然ありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。最後の砦で頑張ります。実はさやかに夕方の推し、あ、そうなんだ、なるほどね。そんな美少女のところと一緒に推してもらえて、サンキューです、ありがとう。続きまして、クロさん、カタカナでクロさん、横浜でのフェスト被ったので配信見れません、届くの楽しみにしています。お、あれ今あれよね、チャートリのやつよね、今やってるのかな。まだ始まってなかったらさ、あんまりネタバレできんなって思ったけど、チャートリ秋もまだ自分の、あの、STU の番じゃないのかな。そっか、じゃあちょっと横浜で楽しんでるということなのでありがとうございます、横浜楽しんでます。ゆかちゃん、みさちゃん、ありがとう。くろさん、楽しんでらっしゃい。まあ、ちゃん多分今ライブ中だろうけどいいね。続きまして、タイポン、触覚をなくしたゆうかちゃん、あ、おきちゃん、かわいい、大好きだよ。実は私も髪を切っておきちゃんとひどかにお揃いにしました。どっちが早く伸びるか競争だね。マジか。そう、タイポンね、美容師さんだから、私もタイポンに髪の毛切ってもらいたいな。なんか横髪とかさ、なんか切り方知ってるみたいな言っててさ、めっちゃ切ってもらいたいかな。キリに来て、長野から20日の公演に当たったよ、よろしくね。お、マイカ、お待ちしてます。2人 ?1 人何人で来るの。次、カズノシ、お帰り、待ってます。続きまして、ハテナさん、すっかり春の陽気になりましたね。そういえば春巻きってなんで春巻きって言うんですかね。そんなことを思いながら新曲を聴いている京都の頃です。春巻きってだってタケノコ入ってるから春巻きって言うんじゃないの。え、違うのかな。そうかと思ってた。ちょっと後でググってみますね。なんか急にそんなん言われたらさ、めっちゃ私も気になるじゃん。それか、なんか中国の食べ物だから、なんか中国語でなんか言うんだよね。それか春菊巻いてるとかじゃないの。わかんない、なんでだろう。ちょっと誰か有識者がいれば教えてください。めっちゃ気になる、なんて言うんだろうね。続きまして、札幌のウッシーさん、お、メッセージない、ウッシーさん珍しい、ありがとうございます。札幌のウッシーさん、よいしょ。お部屋がね、私で埋め尽くされそう、そろそろ。オンライン話し会の時とか見てても、私のグッズだらけやなって思いながら見させてもらってます。よいしょ。札幌のうちさん、ありがとう。ちなみに私のファンの人が今札幌にいるらしいから案内してあげてください。なんかまだ雪積もってるらしいね。桜見れた？桜。でも5月ぐらいに咲くんじゃないのかな。ありがとう、石井さん。続きまして、鶴さん、応援しています。お、めっちゃシンプルなメッセージ、ありがとうございます。鶴さん、なんかシンプルだけど一番心に来るよね、こういうの。想像力かきたてられる。ありがとう、鶴さん、ありがとうございます。頑張ります。温かいメッセージ嬉しかったです。ありがとう、お届けします。立春の頃に新芽が出た野菜を具材にして作られたところから春巻きらしい。新芽が出た野菜、
え、新芽が出た野菜何があるの？ありがとう。春巻きに入ってる新芽が出る野菜。あ、でも今の具材とかじゃないのか。もうなんか春の具材で作ったから春巻きってことなのか。なるほどね、勉強になります、ありがとう。続きまして、ルナさん。おきちゃんを推し始めて STU の5周年に立ち会えて嬉しいです。5周年おめでとうございます。ルナさん、ありがとうございます。こちらこそ嬉しい。あんな話でさ、あんなにいい枠にする人いないの。そっか、私を推して5周年立ち会えるのか。ぜひぜひね、見に来てほしいな。5周年おめでとう、ありがとうございます。じゃあ次は6周年ですね、目指そう。ありがとう、ルナさん、ありがとうございます。お届けするでーするでーってなった。ありがとう。北海道の桜、ゴールデンウィークの前か前後になる、すごいね。コンサート行きます。おお、そうなんだ。じゃあちょっとどこかまた教えてください、ルナちゃん。ありがとう、嬉しいね。北海道は、続きまして、ソウリュウさん。カメラ、パソコン、ココ太郎、次々と新しい方を始める。おきちゃんから目が離せないよ、楽しくおさせてくれてありがとう。そうなんですよ、私すごいいろんなものに手を出してる。夏とかさ、北海道に行かせてしまう。だってもうオタマトンとか全然触れてないから、そろそろ。あ、来年そうね。でも使い捨てにしたいわけじゃないのよ。コンプライアンスもなんだかんだもう言い続けて3年目とか長く続いてますよね。目標は公園かに。あ、グリーンアリーナ楽しんで、そうそうしてます。お、お待ちしてます、グリーンアリーナ一緒に楽しもう。ありがとう、ソウリュウさん。初めてリンコちゃんの夢を見たよ。ポコタンお留守番、ポコタン今お留守番中です。お家にいるから。続きまして、ヨウさん。オキちゃん、選抜おめでとうございます。今回の MV ドラマを見ました。特に最後の合唱シーンでは一番感動しました。今回の話し会では4月5月、5月の月の分は全部売り切りなので6月末にやりましょう。お、なるほど、ヨウさん。ヨウさんね、女性の方でね、中国、香港かな、の方なんやけど、めっちゃ日本語上手。私結構さ、アジアのなんか女性ファンの人も いるんですよ、いらっしゃるんだけど、みんな上手いんだよね。そっか、ヨウさんと会えるのはじゃあ6月末なのか、楽しみにしてるね。結構インパクト強い方だから、めっちゃ多分忘れることはないと思う。エーマンが浮気したよ。ヨウさん、ありがとう。続きまして、シュージーさん。ショールームや DMM でいつも癒されています、ありがとうございます。これからも応援させてください。お、シュージーさん、ありがとう。お、ただいまバイク運転中。大丈夫な。バイク運転中気をつけてね。お、 A 席で、お、 A 席にいるんだね、ルナさんは。ありがとう、待ってます。シュージーさん、ありがとう。めっちゃさ、全種類さ持ってるんじゃない、チェキもサインもさ。なんか書いてない日がないぐらいシュージーさんの名前書いてる気がする。シュージーさん、ありがとうって、ね、そうじゃない、いつも癒されていますだって。癒されてます。ありがとう、シュージーさん。一回並べてみてほしい、すごいことになるんじゃない、壁一面とかになりそう。ありがとう。続きまして、浜地さん。カタカナの浜地さん、またお話し会に遊びに行きます、よろしくです。2枚目やねってことは、浜地さん2枚目。なんかこのドキッとしちゃうよね、かまじって名前が来ると。2枚目ありがとう。A も B も買ってくれてるの、嬉しい、ありがとうございます。ハワイさん、お届けします。ありがとう、どっちも飾ってね。 Thank you。 家でゆっくり見てます。お、のんびり。ご飯食べたかい？食べた？何食べたのか教えてくださいな。続きまして、カズノシンさん。ヴィーナスオキちゃんの気配り、心配りあふれる対応にいつも感謝しております。これからも素敵なオキちゃんでいてくださいね。嬉しい、2枚目しかもまたヴィーナスって書いてる。でも多分ピロリンだと思う。心配りとか感じれる、マジで。これからも素敵なオキちゃんでいてください。はい、ピロリン。これからも素敵なあなたでいてください。エレガントオキちゃん、ありがとう。エレガントになってる。エレガントになってる。ヴィーナスからのエレガント、言葉遣いがいい。カズノシンさん、2枚目ありがとうございます、お届けします。あ、さて、リンコさん、お酒こうするのか、
聞かれてますよ。続きまして笹福さん、奥ちゃん改めて選抜入りおめでとうございます。頑張っている姿にいつも元気をもらっています。これからもずっと応援させてください。ありがとうございます。笹福さん、オンラインお話し会とかでもねめちゃくちゃ来てくださった。一回めっちゃねなんか一番来てくれたぐらいのよ。なんかたくさん来てくれた時とかあったよね。すごい嬉しかった。ありがとう、楽しいよ笹福さんと話すの。ありがとうって、こちらこそありがとう。頑張ってる姿にいつも元気もらってます。嬉しいね。これからも頑張るんで見ててください。笹福さんありがとう。続きましてとしきさん、8枚目シングル発売おめでとう。めでたい。今回のシングルの歌詞とても好きです。いい曲ですね。美しいその肌守りたいですね。これからも応援しています。よろしくね。ありがとうございます。としきさん、ちょっと漢字でこのとしきさんは感情の威力が激しかったり、ファンの心配事で伝説だったり、あのとしきさんなのかしら。これからの美しいその花守りたいですね。ね、守りたいよね。よいしょ。私もね、本当にめっちゃ好きなの。結局さ、タワーの威力がトップ5ぐらい並ぶぐらい好き。ありがとう、としきさん。お届けいたします。大切にしてください。続きまして、モン吉さん。あやさんのキャラを作ったでしょ。うん。おきちゃん、選抜おめでとう。朝ジャケット、大切に飾ります。ポタロウちゃんの観察メールも待ってます。おー、ありがとうございます。ポコ太郎、需要ありますかね。今日ね、ポコ太郎 のお尻乗せました。ハムケツ、ハム尻っていうんですかね。めっちゃ可愛くない？ちょっとこんぐらいしかない。ありがとうモン吉さん。じゃあちょっといっぱい観察日記送りますね、これからも。楽しみにしていてください。モン吉さん、ありがとうございます。お届けいたします。需要ある？本当？じゃあちょっとお届けしようかな。次、寝ときの子、おかえり。続きまして、マー君。俺のこと好きか？自分はオクポのことめっちゃ好きです。好きですよ。バラしちゃうとこの人めっちゃ高いマイク使ってるから、オンライン話し会の時とかめっちゃイケボがねクリアで聞こえるんですよ。だからね、放課後ホームルームとかでこの方が話すとメンバーが一回ちょっと笑うっていう乙女ゲームのなんかセリフが高音で聞こえるみたいな、高音質で聞こえるみたいな。ありがとうございます、マー君。マー君っていうのもなんか照れますね。ちょっといつもの名前じゃなかった。ありがとう、サンキューでございます。続きまして2枚タオさん、新曲発売おめでとうございます。配信で見ることしかできてませんが、ずっと応援してます。ありがとう、タオさん。2枚だから4枚ってことですよ。嬉しい、ありがとうございます。全然いいよ、配信でも。だってこんだけ貢献してくれてるんやもん。自信持ってくれ。そしてずっと応援していてください。はい、ありがとうって。こちらこそ、またちょっと青木2号って書かせてもらいますね。青木2号さん。じわじわ来るの、じわじわ。よいしょ。はい、タオさん2枚ありがとうございます。4枚目、あーやったよ。コンプランケン、そうや、コンプランケンよ。東京でしょ。続きまして、オヤジーさん、お2枚目やね。どんどん綺麗になっていくおきちゃんをこれからも観察していきますね。お、ぜひぜひ観察していってください。ありがとう。いやでももっと綺麗になりたいよね。どうやったらなれるんだろうね。なんか明るけというものをしてみたい、してみたいでできるもんじゃないと思うんですけど、だからね、明日には今日より綺麗になってたいよね。見ててください、観察しててください。おやじさん、ありがとう。観察お待ちしてます、これからも。サンキュー。続きまして、ケンケンさん2枚目かな。ドラフト会議から応援します。嬉しい、ドラフト会議から。ケンケンさん、
え、その時誰に入れたんですか、ちなみに。なんかさ、投票してくれたかな。いやでも嬉しいよ。もうだって私のドラフト会議のこと知らないって人も結構増えてきたからね。貴重な生き証人。ケンケンさんありがとうございます。2枚目多分2枚目やね。ありがとう。続きましてノムヒロさん、ジャケット写真素敵です。おお嬉しい。このね、ありがとう。あのジャケ写の撮影めっちゃいっぱいさ、いろんなカットで撮ったからさ、使われなくなったやつもなんかいっぱいどっかで活用したいな。次切って褒めてくれてありがとう。ソロはこんな感じです。ありがとう。ノムヒロさんお届けいたします。サンキュー。続きまして山崎さん、あきちゃん大好き。お出た山崎さん、ありがとうございます。あそっか、最高すぎて。私があなたに最近思った感情は、なんか部活一緒になりたかったかなんでかって言ったら、なんかこう美術部とかなんかそういう文化系の中で仲良くなって放課後ずっと喋ってたらめっちゃ面白いなって思った。山崎さんありがとうございます。なんかねダラダラちょっと会話してたよね。でも学生想像できないな、あなたの学生時代。なんか生まれた時からメガネかけてそのまま出てそう。それはちょっと言い過ぎ。なんかそんな感じ。ありがとう。あとタイさんのお子さんめっちゃ美人。続きまして、あわっこひろくん。お、出ました。あわっこひろくん。まるまるのまるまるシリーズ。おきちゃん頑張ってね。これからも応援しています。5周年楽しみにしています。あわっこひろくん、ありがとうございます。ありがとう。今日ね、あの。あ、札幌のウシーさんぐらいか、いないんですよね。なんか丸々の丸々シリーズ、私のファンの人にいるんですよ。なんか土地名と自分の名前ので、その中の代表者っていうか、勝手に会長って呼んでるぐらいあれないけど。あ、クフィルくんありがとうって、こちらこそありがとう。今回もしっかりサイン書かせていただきました。お楽しみに。ありがとうね。続きましてマグさん。マグさんコメントない。でもマグさんはわかる。ありがとう。よいしょ。コメントない人ってさ、なんか珍しいっていうか、した方がお得っちゃお得やん。でもしないのってさ、なんか理由があるのかな。ちょっと潔さもある、男らしさみたいな。あ、おったおったおった、ありがとう。マグさんありがとう。ツイッターとかたまにね、あの見させてもらってます、拝見してます。ありがとう。お届けしますね。楽しみにしていてください。飲み物飲まして。ありがとう。ケンちゃん2ゆうぞー2枚潤いを与えます。よし、続きまして一着さん、初めて話したのはふーちゃん推しとして参加したゴミ拾いイベントの、袋です。歩きながらまったりでした。聞き上手で話しやすくて優しい印象があったのを今もしてる理由の一つだよ。いつか言ってた女性のアイドルの問題に挑戦してね。最低あと10年は現役お願い。懐かしいね、PR 舞台のスペシャルイベントだ。あそこでね、宇治の道をね、ゴミ拾いしたんですよね、ファンの人。あれさ、めっちゃスペベでしたよね。なんか、剥がしみたいなのもいなくてさ、なんか、なんかね、適当に、本当、どのメンバーと喋ってもいいみたいな、なんか、ごちゃごちゃでさ、なんか、普通に集団でゴミ拾いするっていう。いや、でもそっから欲しいなってくれたら嬉しいな。今日ワクチン打ったので、明日熱出てなければクワトロ行くね。おお、お大事に。今が大丈夫でも、明日があれだったりするからね。懐かしいスペイベ。そっか、ありがとうございます。そっから押してくださって。続きましてルックさん、逆に止まった頼むよねそりゃ。演劇朗読会と新たなチャレンジをしているおきちゃんが次は何に挑戦するか楽しみです。個人的には黒ゆり単独コンサート期待しています。日々可愛くなっているおきちゃんを陰ながら応援しています。何黒百合って。わっか、ありがとう。何黒百合って、単独黒百合の単独コンサート。それはあの私が百合キャラかつなんか黒いイメージがあるから、それとも
あの私とまいちゃんと千穂さんとかで結成した黒いバラっていう青いひまわりに対抗した謎の楽器のバンドのことさあありがとう、いつも元気もらってます。あ、こちらこそありがとうございます。黒いユリ単独コンサート頑張ります。いつできるやろうなありがとうございます。サンキューやで。続きましてオールグリーンさん。SNS や動画配信などポキちゃんの発信はどれも面白くて楽しませてもらってます。これからも頑張ってね。癒しのポコちゃんにもよろしくお伝えくださいませ。あ、ありがとうね。あ、黒いバラなの、間違い、黒いバラのね、黒いバラのサンドコンサートね、いつか行けるかな。オールグリーンさんありがとうございます。楽しませてくれてるって言ってもらってるけど、私もねオールグリーンさんには癒しもらってますから。オールグリーンさんって誰推しなの？なんかまあいろんな人とお話し会とかしてるイメージあるけど、なんかあんまり特定ってイメージない。コッパーさんとか、なんかでも私にもだいぶ来てくれてるんで、なんか別に D リーダーとか言ってるんじゃなくて、なんかどのメンバーにもめちゃくちゃ優しいおじさんっていうイメージ。オールグリーンさんありがとう。あと顔が可愛い、プル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 な顔してる。続きまして、かすみさん。神戸のライブで好きになりました。同い年です。応援しています。同い年、今年に今22歳。女性の方なのかな、名前的に。かすみ嬉しい。本当ね、あんまりいないからさ、まあ、いるけど本当に数えるぐらいだから嬉しいね。ちょっと99年ライン増やしてこう、2000年、00と99ライン置き換えは増えるかな。嬉しい、神戸のライブから奈々さんのあれやラストコンサート、かすみさんありがとうございます。サンキュー、嬉しいですね。はい、続きまして、ほしこちゃん。5周年コンサート行きます、すごく楽しみ、頑張ってね。お、ありがとうございます。ほしこちゃん、この間私が買った服着てくれてて、なんかめっちゃ可愛かった。あんまそんなんねないからさ、お揃いしたいねめっちゃ可愛かった。自分でもわかるでしょ。まあ、今日とかもいつもね優しい言葉をありがとう。本当にちょっと宝塚に本気でハマりそうどうしよう。あすかちゃんありがとう。またおすすめ教えてください。ありがとうございます。なんか初心者でも入りやすい何かあれば。めっちゃ TikTok に流れてくるんですよ。なんかよし、続きまして、ハラケンさん。奥ちゃんがいろいろと活躍しているのを見ると、見ることがとても楽しい。そしてとにかく可愛い、美人、眼福、話面白い、声がいい、パフォーマンスがいい、眺むエクセトラ。これからも楽しく応援していきます。すごい持ち得る限りありがとうございます。おしかちゃん次の話会でありがとう。お、奥ちゃんありがとう、今日も美しい、ありがとうございます。ハラケンさん、めっちゃ書いてくれてるじゃん。すごい書いてくれてる。ガンフク。ありがとう。マジ、ハラケンさんありがとう。なんかこういう人がいてくれると自己肯定感がめちゃくちゃ高まりますね。ありがとうございます。もっと褒めてください。ありがとう。ありがとう。もうジェスさんもね。続きまして、コバチャさん。ありがとう。オキポってダジャレ好きなんだっけ？ダジャレ。が好きかはどうか、まあ、好きではないけど、まあ好きでも嫌いでもないけど、なんか使っちゃいがち、自分がね。嬉しいです。お、これからもずっと応援していきます。口癖みたいになってるもん、ね。困った困った、駒沢大学みたいな。ご周年も楽しい。あ、荒健さんありがとう。小畑さん2枚目ありがとうございます。ダジャレ、なぜダジャレを聞いてきたのかわかんないけど。まあ好きかな。うん、好きか嫌いかではないけどよく言っちゃう私がね。続きまして、ちゃんかな。いつもありがとう、おきちゃん大好き、またお話ししようね。お、ありがとうございます。日曜の台湾見に行くから楽しみ。お、お待ちしております。ちゃんかな、
ちゃんからなんか前の時すごいちょっとお仕事でなんか闇気抱えてたけど大丈夫？ありがとう。ちょっと落ち着いた？うん。まあ忙しい時期だったのかなと思ってたけど、すごい疲れててかわいそうだった。いつでも休んでね。唯一のこの同い年ね、若女子、若女子、若女子。ありがとう。続きましてキャピさん、はじめましてキャピです。突然ですがオキポの子ってどのような由来ですか？最初にオキポと呼んだ方は誰なんでしょう？以前にフーちゃんがポキオくんって呼んでましたが、これは定着していないですよね。キャピさんありがとうございます。そうですね、初めて私のことをオキポって呼んだのはあの中村舞ちゃんですかね。あのなんかオキポンって呼ぶメンバーが他のグループにいたんですけど、それからか分かんないんですけど、そこから運がなくなってポになってって感じで、フーさんが呼んだポキオくんはまあくん付けは多分あんまり浸透はしてないけど、ポキオは結構浸透されてます。クリスマスに初めて岡山行って見直してました。お、嬉しい、ありがとうございます。最初嫌がってた。そう、最初ねオキポなんか嫌でね、あんまり好きじゃなかったんだけど、なんかまあだんだん可愛いんじゃないかって思って好きになりました。続きまして高則さん、オキちゃんこんばんは。いつもショールーム配信や見えるツイッターなど私になくてはならない一日の楽しみになっています。めったにコメントとかはしていませんが、陰ながら応援しています。これからのオキちゃんの活躍を見守っていきますね。高野さんありがとうございます。全然全然、まあ、コメントとかしてないしツイッターとかもないみたいな、でも好きみたいな、なんか人って多いと思うんですよ、ロム線みたいな。でもさ、こうやってさ、なんかアザージャケットを取ってくれるだけでさ、もうそれってだいぶ貢献してると思うから、自信持ってください。ありがとうございます、嬉しい。高野さんこれからもよろしくお願いします。お届けします、アザージャケット。あ、私の CD に入れてください、ぜひです。はい、続きましてイズイズさん、イズイズさん、お仕事で配信見れないけど届くのを楽しみにしています。一言だけ、ポコ太郎大好き。 あ、間違えた、汗汗、おきちゃん大好き、サインありがとう。汗汗、おー、いずいずさんもとうとうそんな冗談が言えるようになったんですね。なんかその成長に私嬉しい。本当になんか推しメンに対してのなんか人見知りっていうか、なんというか、もう好きすぎて照れるみたいな感じのね、あの女性だったんですけど、こんな汗汗まで言ってくれて、成長がすごい、パチパチパチ、2年の成長が。いずりさんありがとうございます。汗汗、サンキュー。ポコ太郎また見に来てください、ありがとうございます。続きましてこぶちゃんセブンさん、こんばんは。オキポの喋った後のいたずらっぽいフフフの笑い方と玉のよいしょがなんか守りたいってなるので好きです。あとこの頃わーいってオキポが言うと楽しそうでこっちも嬉しくなる。これからもたくさんのフフフといっぱいのわーい聞きたいな。またね。確かに、お、いつも癒されてます。ポコもありがとう。こぶちゃんセブンさん、確かにフフフはよく言うし、よいしょも言う。なんかショールームしてる時とか、なんだろう、体勢立て直す時とかよいしょって言いがち。でもわーいって言うかな、わーい言ってる私。でも言ってるのかもしれないね、そう言われたら。そっか、それを2年経ってまでも私の宣伝画像を作ってて、わーい、じゃあ皆さんと一緒にわーいができるように頑張ります。わーい、わーい、こぶちゃんセブンさんありがとうございます。わーい、嬉しい。言ってる本当に、ありがとう。続きまして大デンタさん、大デンタさんコメントがないじゃないの、あなたいつも来てくれるのに、なぜなんだい。でもね、なんかこの今はって思ったんだけど、私このシーン夢で見た気がする。なんかライデンタさんのサイン書いてコメントないっていう夢を見たから、これ正夢だったんだな、ありがとうね、びっくりした。
メッセージ登録期限を逃しました。あれまあ、あそっか、何日までに登録しないといけないんだ。考えてたのに、ありがとう。いいね、いいよ、今考えてる、考えてたメッセージ読んでも東大全然読むよ。まあ、急すぎ、ちょっと今は急すぎかな。そっか、でもありがとうございます、ライデントさん。今ではもう最近まとめ髪見れて嬉しいです。ありがとう、やばい、いつでも、いっちゃん、いつでも、お、おかえり、初選抜、おめでとうございます。確かに、最近ちょっと伸びたから見れるかも。ありがとう、応援しています。続きまして、2枚、サンピラーさん。6枚ってこと？2枚も、ありがとう。あ、違う、4枚。いや、4枚か、すごいね、ありがとう。またまた、じゃあサンピラーさんって方とカズマサって名前書きます。かわいいって、嬉しい、ありがとう。かわいいかい。よいしょ、じゃあカズマさん、すごいね。でもまたメッセージないんよね。でもさっき言ってたからね、なんかいつもこうショールームで伝えてるからここには書かなかったって。かっこいいね、サンピラーさん、ありがとうございます。4枚かな、これで。ありがとうございます、お楽しみに。大切に飾るね、ぜひぜひ大切に飾ってください。なんかすごいみんなレベルアップしてるんだけど、何してるのショールーム最近すごいよ、なんか昨日謎のレベルアップしてる。続きまして、ケンジさん、ショールームに間に合うように全力で仕事を終わらせてきます。ボキちゃん大好きです。間に合ったんでしょうか、間に合ったのかな、どうなんだろう。ケンジさん、ありがとうね。全力で仕事間に合わせるって言ってるから今めっちゃ頑張ってるのかもしれない。で見に来てくれてた。配信時間の関係もある。あ、そうなんだ。私が長くしたらなんかレベルアップするのか。ありがとうございます。お、ありがとう。間に合った、よかったよかった。ケンジさん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そしてお仕事お疲れ様でした。めっちゃ大変だったんじゃない、全力で終わらせてきたってこと。お疲れ様。続きまして、うねぴょんさん、この前の LINE ライブのホラー映画の演技素晴らしかったです。本当本当に、うねぴょんさん、あのさ、あのホラー映画のやつさ、なんかトースポさんがさ記事にしてくださってたけどさ、私読んだけどさ、ありがとうね。なんかシャワー中に驚かせてくれる、驚かせてくれる幽霊はコンプライアンですみたいな。私何言ってんだろうと思ったの、自分の記事見て。はい、ありがとう。あ、うねぴょんさん、いつもありがとう。今回もかけて嬉しいです。サンキュー。どうも。はい、続きまして、バンダナくん、お、朗読劇でいつかちゃんに泣かされて演技もできるんだなと思ったので、いつかおきちゃんの書いた台本の朗読劇も見てみたいななんて。かっこおきちゃんの文章も好き。嬉しい、朗読劇ありがとうございます。いつかちゃんいい話だったよね。あれなんか配信がなかったのがちょっと残念だなと思う。またやりたい。あれ嬉しい。脚本ね、やってみたいんだよね。なんか STU のさ、なんかドラマとか舞台とかあれば、そういうので携わってみたい気持ちもある。これからも応援してます。でもめっちゃオタクチックな話です。私純文部書くとかよりいいやつだな。ありがとう、いい話の前に笑わせてもらった。ワンナ君ありがとうございます。え、ヨーヨーヨー好きなんだ、今気づいたけど。カホタルさんのところやん。ありがとう。あ、今気づいた。最近よくツイッターにめっちゃ流れてくる。続きまして、秋竹城さん、おきちゃんの無茶ぶりに臆せずすぐ答えて場を盛り上げられるトーク力を尊敬しています。そして意外と乙女なところがギャップ萌えなので、美人だと思っている人も、ことも申し添えておきます。テレビやラジオでもますます活躍する機会が増えることも願っています。おお、ありがとうございます、秋竹城さん。いやー、ギャップ萌えありますかね。なんかさ、
最近こう3枚目のような扱いを受けている気がして、メンバー内でもスタッフさんからも。ここで実はね、この文学少女キャラっていうのを出していきたいんだけど、ちょっと難しいかもしれない、広めてください。あ、視点は変わったちゃんからなんで、あ、そうなんですね、私と一緒やね。あ、秋田ゲドさんありがとうございました。みちさんの言葉が入ってなくて、過激派としては珍しいですね。ありがとう。活躍する機会が増えることもありがたいし、私もね頑張りたい。続きましてトッキンさん、ありがとうございます。トッキンさん、トッキンさんもあれやね、メッセージないんだね、珍しい。意外と珍しい人とかがさ、なんかメッセージないん、いやでも分かんないから。メッセージ機能逃した人かもしれないからな。トッキンさん、でもいつも本当に来てくださってる方だから嬉しい。ありがとうございます、トッキンさん。サンキューです。いらっしゃるかな？どうやろう？ありがとうございます。続きまして、2枚目の方ですね。君の一番目の青空さん。お、ありがとうございます。愛してます、僕の女神様。この人さ、あれだね。書くことが毎回同じのタイプだね。でもそういうのも貫いてほしい。それで覚えて出たりもするから、ね、君の一番目の青空さん、名前の由来聞きたいな。君の一番目の青空さん、よいしょ。マシンガーマシン、おるかな。あ、はーいって、さっきぶりありがとう。2枚目ですね。よいしょ、ありがとう。ショールーム選抜の頃に見つけて以来ずっと見てます。ショールーム選抜懐かしい。総選挙の時だ。あ、これ作詞の一部なんだ。ありがとう。じゃあ自分の名前にしてないんだ。いや、自分の名前にしたんだね。なんて呼んだらいいんですか、青空さんって呼んだらいいのかしら、また教えてください。嬉しい、ショールーム選抜から。続きまして、りょうちゃん、おきちゃんこんばんは。花は誰のもの発売おめでとうございます。 MV も感動しました。こんな気持ちにさせてくれる STA に出会えてよかったです。これからも頑張ってください、ね、応援しています。ありがとうございます、りょうちゃん、嬉しいね。こんな気持ちにさせてくれ、私きっかけではないのかな、どうなんだろう。だったら嬉しいけど、でも本当に STU いい曲が一番多いから。今月お話し会楽しみにしてます。お、4月22、23、ありがとう、お待ちしてますね、りょうちゃん。これからも STU のこと好きでいてね。すごいいい文章やった。君空でいいです。あ、なるほど、了解、ありがとうございます。はい、末っ子長男さん、おきちゃん大好きです。ハッシュタグおきちゃんは配信でも生で見ても断然可愛いので、これからもたくさん見ます。もちろん5周年も行くよ。今日はコナン映画を見に行くので、配信見れるか微妙な時間だけど届くの楽しみにしています。いつもありがとう。ありがとうございます、末っ子長男さん、嬉しいね。そうなんですよ、この方もめちゃくちゃ行動力の塊やからね。めっちゃ参加してくれるのも、オンライン話し会とかも、お話し会苦手なのか。じゃあ、あとはライブとか、そっか、コナン見に行ってんのか、いいな。私もね、見に行きたかったんですよ、公開日に。中間我慢中なのね、分かった。じゃあ、5月ね。ソロハが見れてます。お、どうでした。いや、でもネタバレは禁止なので、ちょっとコナン君。せっかちゃんのさん、ありがとうございます。ありがとう。21時からレイトショー。はい、じゃあ次、あ、柿さんじ当日、みのる、あ、当日、あ、当日の分がすごいたくさん申し込んでくださってありがとうございます。いいですか、今日申し込んでくださった皆様。しおさん、語彙力ない私の話をいつも優しく聞いてくれてありがとうございます。コロナ禍だからまた直接お会いしたことないのですが、オンラインでお話しするたびにますます好きになりました。いつか必ず会いに行きます。しおさん、嬉しい、ありがとう。最初はね、オンラインも多分嫌っていうかね、参加したことなかったから緊張したと思うんですけど、
私がね話したいって言ったから頑張って参加してくれてありがとうございました。すごい嬉しかった。いつか絶対会いに来ますっていうその言葉を信じてね、ご時世が落ち着いたら直接会いましょう。ありがとう塩さん、嬉しい、ありがとうございます。続きまして、ありがとう黄昏のくまさん、陰ながら応援してます。お、でも割と陰ながらじゃないよ割と認知してる。黄昏でも全然もっともっと大っぴらにでもいいんですよって思う。ちょっと待って、黄昏の漢字が難しい。黄昏の、そうだってチェキ会サイン会とかなんかめっちゃね、全然よく見させてもらってます。黄昏のくまさん、ありがとうございます。全然これからも陰ながらじゃなくお待ちしてます。ありがとうね、よいしょ、うん、続きまして、コージ、あ、ひろしさん、ひろしさん、ひろしコージ、漢字コージ、ひらがなコージ、読み方カタカナひろし、惑わせるね。おきちゃんいつもありがとうございます。今日も何かやってくれるのではと楽しみに公演やショールームを見ています。これからもコンプライアンスを絶対に絶対に絶対に守って、おきちゃんらしく活躍してください。ずっと応援しています。めっちゃ釘を刺されてる私。そんなに、私全然守ってる方だと思うよ全然守ってるぜ。コウジでも頑張るね、ありがとうあ、はいって、ありがとう、今日買ってくれたんやもんね、嬉しい、行動力2年ぐらい、あいつの方が2年ぐらいめっちゃ釘刺されたけど、絶対に絶対に絶対に任せてくださいありがとう、ガージコージコージヒロシ、サンキュー、ありがとう。で、次しんちゃん、何これ、続きまして、人工的獅子とここが深夜さん W、 選抜おめでとう、おきちゃん MV の演技がとっても良かったです。そんなわけあるかはアカデミー大賞もの、他の演技も好き、才能あふれるおきぼをこれからも応援させてね。5周年も楽しみ、この映画公開日勤労実況あるかな、やばい本当にね、勤労実況ねしたいんよ、9時からよね確か。リンコが好きというの必要じゃないかなと思うので、また私に他のメンバーが必要と言わないと。8時10の、いけるじゃん、ラオちゃん、ラオちゃん OK、リンコちゃんは漢字が苦手らしい、9時からやろうかなコナン本当に好き、次回私の本編、いや嬉しい、そんなわけあるか押してくれてるね、なるほど、なんかみんなからもね、なんかまたおきちゃん陽キャの役だねって言う、私陽キャの役多い、実際そんなんじゃないよねでも青春できてよかった MV でありがとう、しんやさん、さっき仕事抜け出して書いて帰ったから愛届いてないかもだけど愛しています。いや届いてるよ、てか普段から届きすぎだからいつもこれだからね、すごい続きまして、奥さんまた2枚、いつもありがとう、え何枚目すごない奥さん、だってもともとあれよね、あ、みなほらありがとう、もともとさしんちゃんがさ、そうしんちゃんのこういう付き替えとか買ってくれてるのが絶対しんちゃんの友達が集まってくれた4枚しんちゃんのでお友達が これで2枚そう、すごい、見せてまたオンライン話会で届いたらそこかな、ありがとう、見たい、じゃあ次、えんちゃん、よいしょ、ありがとうございます、ホックさん2枚、ディーン、ありがとう、6枚目サンキューです、お願いします、はい、続きまして、しおさん、あ、またしおさん、しおさん、またまたやん、ありがとう、パスポーツジャケットって何や、パスポーツジャケット、あ、待った、よいしょ、待って、お、すごく綺麗だよ、私はリンク、またまたしおさん、しおさんってコメントいたっけ、何だ、ありがとうございます、本当にね会いたいし、なんかこの2年間いろんな話が聞けてめっちゃ嬉しかった
特にあの衝撃だったのは恋人の話です。しおさんありがとうございます。またまた嬉しい。2枚も何かの話会で今年はリンコで決めたって言ってたんですけど、はい、うん、続きましてスムさん、ひらがなのスムさん、ありがとう。おきちゃんのパフォーマンスは表現力に溢れていて本当に素敵だなと思います。ラジオも毎週楽しく聞かせてもらっています。恋に癒されています。これからも応援しています。おお嬉しい。なんか自分の中でラジオ嬉しいけどね、ラジオとか公演本当に好きなお仕事の一つなんですよ、うん、だからそれをね褒めてもらえるのめっちゃ嬉しい。ありがとう。ラジオ毎週聞いてくれて。ラジオってやっぱリアタイ大事なのかな。ありがとう、おさむさん嬉しい。これからも頑張ります。そして声も褒めてくれてありがとう、嬉しい。自分の声あんまり好きじゃないからさ、そういう声もらってめっちゃ嬉しい。ありがとう。続きましてテルさん、いつも配信楽しみにしています。日々癒され、日々感謝です。ありがとうベルさん、日々癒されて日々感謝。なんか日常生活何でも感謝してそう。空暖かい、感謝してそう。嬉しい。やだよ、結婚しないし。あなたベルさん、うん、あまー、いつもコメントとかもありがとうございます。ショールームのサンキュー、ありがとう。バカ空いてきた。続きましてホラーアルフさん、おきちゃんやっこ、今年の1月ドラさんイベントで初めて広島に遠征し、4月にはマイキュー生誕祭で2度目の広島へ、そして5月には5周年コンサートで3度目の広島遠征の予定。またお話し会でも会いましょう。あれ話しましょう。ハロウィン、ハロウィン、お。なんで急にハロウィンが出るかって言ったら、私もあのトラアルフさんもチェンソーマンが好きだからです。アニメ楽しみですね今期。当日購入間に合ってよかった。アザージャケットお決まりで飾ります。お、お決まりで揃えてくれるんですね、嬉しい。また見せてください。しかもさ、トラルさん家めっちゃおしゃれよね、お部屋。そこにさ、STU グッズがさ置かれるのちょっとじわる。ありがとう、当日購入もありがとうございます。あま、この曲結構好き、本当。アイムシュア、ありがとう。続きましてダンディさん、5周年コンサート行くので楽しみにしています。お、ミチさんのファンの方だよね。たまーにショールームコメントしてくださる、ありがとうございます。すごい目立つ方ですよね。お見送りの時とかすごいサングラスかけたダンディさんが通るとすごいめっちゃ目立つなと思います。ありがとうございます。5周年コンサートもぜひぜひ楽しみにお待ちしております。ありがとう、嬉しいね。続きまして、ルーヤさん、おきちゃんありがとう。この前の声もありがとう。イベントなどでおきちゃんに見つけてもらえるのがめちゃくちゃ嬉しいよ。ここまで一生懸命応援しようと思えたのはおきちゃんだけだよ。おきちゃんがナンバーワン、おきちゃんが卒業するまで推し続けます。お、嬉しい、ありがとうございます。最初の方のお話し会だと2回目だよとか3回目だよって言ってたけど、最近言ってないじゃないですか。何回来たんですか。なんかずっと数えてたけどさ、私も数えなくなっちゃったから分かんなくなっちゃった。いつもありがとう。おきちゃん超大好きだ。この前のチェキは携帯のケースに入れてるよ。今年から大学の授業が対面になったんだ。リアさん授業を使えって言ってほしいな。リアさん授業疲れ、頑張ってね。まあオンラインはオンラインでね、楽だけども大変よね対面も。メールの返信してるよ、ありがとう、嬉しい。頑張ってね大学も。続きまして高森さん、奥ちゃんのシュッとしている横顔と溢れ出る深い STU 愛が大好きです。ラジオパーソナリティをはじめ今後のご活躍も期待しております。嬉しい、高森さんシュッとしてる横顔、シュッとしてますかね。嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、 STU 愛はね結構強いと思う私、うん、そうなんです。でもねなんかメッセージ読んでくれてありがとうございましたって、めちゃ真面目、さんそれをもっとねちゃんとした言葉で伝えれたらいいなって自分でも思うんだけどね。広報大使ぐらいになりたいね、 STU の高森さんありがとうございます、嬉しい。でも深い STU 愛って言ってもらって、
当にね、好きだからね、グループが。ありがとうございます。続きまして、トシさん、5周年は亀戸籍からたくさん写真を撮るのでよろしくお願いします。お、ちゃんとした名前でありがとうございます。亀戸籍か、そうよね、あなた意外に写真をね撮れる人なんですよ。意外っていうのもあれだけど、ありがとう。クリスマスの時かな、見てね、こんなに綺麗に写真撮れるのかって思った。なんで写真撮るようになったの？野球？趣味から講じたの。亀戸籍からじゃあいっぱい撮ってください。綺麗に待ってます。それの恩返しとして。ありがとう。ありがとう。続きまして、ヤッホイのヤッホイさん。自分にとってアイドルはオキポだけです。他の子はいい意味で遊びです。書くことは。おー、ヤッホイさんね。なんか超昔のお話し会てか、まあ握手会の時にさ、この人のヤバい女性関係の過去を聞いてから冗談に見えない言葉なんやけどなんかさ、すごい過去がね、殺されかけたぐらいのだから、なんかそう、ほどほどにほどにしておきなさいよ。それのイメージめっちゃある。ヤッホイのヤッホイさん、ありがとうございます。なんで2連続ヤッホイになったの？ありがとう。この人すごい、なんか 笑いながら話してたけど、普通に殺されかけてる女性関係で3年前ぐらい聞いたけど、まだ覚えてる、そのこと。怖いよ、今生きてるの感謝しといた方がいいよ、本当に。あの時刺されなくてよかったってスーさん、密かに、さらに密かに、超超陰ながら応援しております。そして今から私は安室の男になってきます。真実は糸の一つ。スーさん、コナン見に行くのね。あ、またミーさんだ。アムロの、私も早くアムロの女になりたいけど、赤井さんの方が好きなのに、なっていいのだろうか。うわー、いいなー、こんなの見に行くんだ。そして全然陰ながらじゃなくていいですよ、蝶々じゃなくても。スーさん、ありがとうございます。語りたいんだけど、語ろうよ、いいなー真実はいつも一つや、ありがとう、嬉しい、サンキュー。続きまして、 OKP さん、おきちゃん、すごいよ、来月フィールネオさんとの対バン行くよ、楽しみにしています。これからも四国愛、毎回愛を忘れずに応援していくね、これからもお願いします。お、 OKP さん、さっきまでコメント欄あったけど、どうやろう、おるかね。フィールネオさんの来られるんだ、5月だったかな。ぜひぜひ岡山楽しもうぜ。ちゃん、すごいよって。すごい。ありがとう。マドコンとか。OKP さん、ありがとう。あ、はい。5周年は亀戸籍で行ってます。あ、すごい。亀戸籍の人も多いんだね。ありがとう。OKP さん、ありがとうございます。じゃあ亀戸籍で私のこといっぱい撮ってください。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。すごい。ありがとうございます。たくさん。いいな、ベストだな。いいの、ちょっと明日いっぱい、すごい8時28分、やばい、私天才ありがとうございます。というかで全然忙してない、忙してない、全然大丈夫だから、ダメダメ、全然全然そんなつもりじゃない、全然リンコはリンコのペースがあるので、全然全然、それがうん、いいところやから。あきちゃん好きです。すげえ、スタッフさんがダメだって言ってるはい、ありがとうございます。というわけで9時からコナンの実況配信します。名探偵コナンの実況配信、お疲れ様でした、ありがとうございます。ラザージャケットサイン会、皆さんたくさん応募してください、ありがとうございます。私も持って帰ろうかな、1枚ぐらい。サイン会お疲れ様でした、ありがとう、皆さんありがとうございました。またツイートするんで、そしてリミスターね、あの 6時から15分なので購入できたんですけど、購入してくださった方もありがとうございました。あ、誰のいっぱい聞いてください。では、あの9時から金曜ロードショーコナンの実況配信します。
ちょっとコナンだけは実況させてください、なので9時からまたお会いしましょう。楽しじゃん。壇上だけ読んで終わりたいと思います。13位マッピさん、12位 TM さん、11位おいでます元気さん、そして10位パチロクさん、9位トウさん、8位スージーさん、7位ソウリュウさん、6位ロジックさん、5位マッカさん、4位がジリーさんでした。13位がヤムネの皆さんありがとうございました。そして3位がキノコのみさん、2位がササックさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。ではまた9時ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございました。またね。壇上の皆さんもコメントしてくださった皆さんも、そしてアザジケットサイン会を入手してくださった皆さんもありがとうございました。花は誰のもの、たくさん聞いてください。今流れてる。ありがとう。バイバイ。お疲れ様でした。リンちゃんって何？リンちゃん